2023オートバックスーパー GT ラウンド6号 GT300 キロレース、解説は三沢秀俊さん、ピットリポートは高橋二郎さんと竹内志麻さん、実況はたくさん車でお届けしてまいります。さて、このレースはですね、開幕戦以来今シーズン2度目となります300キロレースなんですね。給油とタイヤ交換の義務はないということになります。1人のドライバーがレースの3分の2以上をドライブすることはできません。今のところ予定では、レース84周ということになりますので、3分の2となると、500の場合、56周ということになるわけですね、はい、を超えられないということにはなりますね。さあ、そんな中で戦略をどう立てていくのか非常に注目ではありますが、ではまずはスターティンググリッド、ここでチェックしていきましょう。まずは GT500 クラスからです。ポールポジションは8号車です。 ARTM、ANSX、 スタートドライバーはノー GD、 フロントローに並んだのは前回の失格からここで、忘れ物を取りに来ましたモチュール、オーテックゼックとロニー・クインタレリー、サクセスウェイトは50キロです。アステモ NSX は松下がスタートドライバー58キロ、燃料リストリクターは1段階です。デンソー・コベルコサード、 GR スープラは4番手から関口46キロ、5番手はラストスゴーとなります立川、スタートドライバーゼントセルモ、 GR スープラ、サクセスウェイト36キロ、6番手からはデロイト・トムス、 GR スープラ、ジュリアーノ・アレジ16キロ、7番手からはリアライズコーポレーション、アドバンゼット平手20キロです。ランキングトップのニテラモチュル Z は8番手から千代です。98キロのサクセスウェイト、燃料リストリクター3段階です。9番手は NSX プライム、 GR スープラ大島64キロ、燃料リストリクターは1段階です。10番手はスタンレー NSXGT 牧野62キロ、こちらも1段階のサクセスウェイト、燃料リストリクター。11番手スタートのウェッツポーツアルマン、 GR スープラ栗本48キロ、12番手からは au トムス、 GR スープラランキング2位ですね、坪井90キロ、サクセスウェイトです。ランキングこれと燃料リストリクター3段階です。 ARTM ゲー NSX は福住74キロ、プレート燃料リスト2段階、マリリンパル Z、 マイルドランバゲット48キロ、そして15番手スタートはモデューロ NSXGT 伊沢38キロです。続いて GT300 クラス参りましょう。ポールポジションスタートは2人合わせて109歳の正規のコンビ、ケイチューンズ RCF 新田森生15キロのサクセスウェイト、フロントローはシェードレーシング GR86 清水3キロ、3番手からはスバル PRZ アランデースポーツ井口69キロ、4番手からは埼玉トヨペット GR スープラ川合90キロです。5番手チャンピオンカーリアライズ GTR 名取100キロです。こちらも100キロが並びました。アップガレージ NSX は小出6番手から、7番手ドゥーボットアウディ R8 は片山45キロ、コノスゲーナー GTR は安田39キロ、9番手スタートは最近恋愛のリアリティショーにも出ているという気になる上沢がスタートドライバー、ヨギボー NSX30 キロ、10番手スタートグッドスマイル初音ミク AMG は片岡27キロ、11番手スタートバンブエアウェイズランボルギーニ GT3 は坂口57キロ、12番手からはゲイナータナックス GTR 石川78キロになります。13番手ランダップリボー GTR は青木、14番手からレオンピラミッド AMG 篠原72キロのサクセスウェイト、後方からの追い上げ。15番手マッハ車検エアバスター MC86 は三林、16番手スタディ BMW こちらも100キロのブルーウェイトですね、ブルーノスペンドラーがスタートドライバーです。17番手ムータレーシング GR86 こちらも100キロフルウェイト堤、18番手シンキャメルミコルサ GR スープラ吉本24キロ、19番手スタートは JROC ランボルギーニ GT3 元島48キロ、20番手スタートはアネスト岩田レーシング RCF ですね、古谷3キロのサクセスウェイト、21番手スタートパシフィック V スポナック AMG は坂口、22番手 RQZAMGGT3 は場内、23番手スタート APRGR86 は長井6キロです。24番手 APRLC500HGT 差が42キロ、クラッシュからですね、スタッフの朝9時までかけて直したという、そして参戦というスタッフに拍手でございます。25番手食もケイズフロンティア GTR は飯田となります。25台です。さあ、そして、気になるコンディションですね、気温です。ブリヂストン提供で28度、路面温度は33度ですね。湿度は非常にやはりもわっとするんですが 83%、 ただやはりそんなに日が差してないので、路面温度はそこまで高くないですね。そうですね、はい、あまり高くないですね、路面温度自体は、はい、ですからこれがね、タイヤが全車合ってれば問題ないとは思うんですが、はい、これがまあ路面温度が想定よりも低くて、うん、タイヤコンパウンドが路面にマッチしない場合、はい、結構そのピックアップというか、そのコース上に散らばってる、まあマーブルですね、タイヤカスですね、はい、を拾ってそれが取れないという現象、はい、これが起こるともう極端にタイヤグリップが下がって、はい、ラップタイム落ちますからね。まあ特にこのスゴーはコース幅が狭いおかげで、はい、とてもそのタイヤのまあカスですよね、汚れたところがすごくこう、体数が出やすい、でまた避けにくいということがあってね、コース幅が狭いですから。いやそうですよね。オーバーテイクした時とかちょっとミスがあって膨らんじゃった時に拾っちゃってしばらくペースが戻らないとかね。そうですね。特に500クラスはその300クラスを追い越ししながらになりますから、やっぱりレコードラインを外す機会が多いんですよね、レース中。で300も譲る時に自分たちレースやってるのに譲っちゃって、そうですね。でまたライバルにも抜かれちゃうみたいなこともありえますよね。大体そういう時に結構タイヤカスが多いところをね、走行してしまうので、そういうこともあってね、スゴーはかなりこうレースが難しさが増すと言われますね。予選を終えてのドライバーズランキング見ていきましょう。500は千代高星が49ポイントトップ、坪井宮田組が45ポイント、4ポイント差なんですね。その後ろには福住大津のやって16号車が続いています。300に関しましては小林、これで40ポイント、こちらですね、フルはメイトになっている車がたくさんありますけれども、それに続いてのが BMW の荒瀬選手ということになります。非常にこちらはフルウェイト勢も多いということで、かなりまだまだポイント差もタイトですから、ここで果たしてどれだけのポイントを取れるかということで、残りレースチャンピオンの可能性があるかが大きく関わってきそうです。そして本当にお客さんが三原さん、多くて、そうですね、私の経験でも過去、このスゴーでですね、ここまでお客さんが入ったことがあるのかっていうぐらい、そうですか、長いもう大勢のね、本当にファンの方が来てくださって、とても感動してたとこですね。そうですね、本当にこう、なんていうか、通路、1コーナーの先の通路のところとか、こう何重にも人がきができているようなね、そうですね、感じでしたよね。ここがグランドスタンドになります。あとね、皆さん、コロナ禍でね、いろいろ制限がありましたからね、すごくやっぱりこうレース見たくても我慢されてた。それがようやくね、我慢せずに済んだっていうのがね、一つの表れでもありますよね。皆様応援しているチームドライバーのあれを見たいわけですね。あれです。あれをね、ということで、果たしてあれをするのはどこのチームなのか楽しみ待ちたいと思います。では開会宣言です。ただいまより2023オートバックスーパー GT ラウンド6スゴー GT300 キロレースの開会を宣言いたします。よっと掛け声も出ましたね。開会宣言は株式会社オートバックスセブン北日本事業部長の古田博之さんでした。さあ、その ARTA の開会宣言、オートバックスの開会宣言で ARTA 一番先頭から答えることができるかどうかというところですね。さあ、ここからですね、この後、2周、回りましてレーススタートということになります。まず1周パレードラップがあった後、フォーメーションを組むということになりますね。パレードラップは、白バイとそしてパトカー先頭ということになるわけです。私も先ほどピットウォークで初めて人生を白バイをまたがらせていただいて、大きい感じでね、一瞬走んなかったんですが、動きはできない。でも右手の親指のところにボタンがあって、それでサイレンをつけたりとか。サイレン右手なんですね。右手の親指ピッと、貴重な体験です。教えていただきながら、白バイの運転手の警察官の方に非常にそういった体験もできるので、スーパー GT 会場に来ていただけると、いろいろと楽しみがあるのでね、ぜひ残り2戦ありますから来ていただきたいと思いますが、私がまたいだのはこの3台のうちどれなのか分かりませんが、どれかにまたぎました。スタートということになります。ではパレードラップということになりますが、まず1周見ていきましょう。それではですね、ピットリポーターからいろいろと最新のスタート前の情報を上げていただきましょう。まずは高橋二郎さんからです。二郎さん。はい、僕はですね、500クラスのですね、使用しているエンジンについて、エンジンはですね年間2機使うことができて、大体ですねこの辺、スゴーあたりからもう終盤にかけてを、狙ってですね2機目のエンジンを投入するというのが大体のセオリーっぽくなってきてるんですけども、その都合前にですねトラブルでエンジンを交換せざるを得なかったチームも含めて、まあ、今回、ですね全社が2機目のエンジンを搭載していると交換しているというところなんですけどね、その辺のですね調子についてお聞きしたんですけども、全メーカー3メーカーのですね、まあ、ドライバーまたはエンジニアさんに聞いたんですけども、まあ1機目のエンジンと同じじゃないですかというですね、まあ、あやふやなって言いますかね、正確なですね情報は得られないというところで、私の取材力のなさをですね思い知ったわけなんですけども、まあただ、ですねそこはですねちょっとジャーナリスティックに、彼らの結果、まあ重りとリストリクターも含めて、ですねそれを考察したところによると、やっぱり順位にですね比較すれば、その辺のですね2機目のエンジンのですね威力というものは出るんじゃないかなというところでまとめてみました。以上です。まあここで二郎さんがね言っちゃうからやっぱ言えない部分もあるわけですよね、各チームね。まあそうですね、はい、結果でこの後レースで見ていきたいと思います。さあ続いて竹内さんにも聞いてみましょう。竹内さん。竹内です。私は GT300 クラスの戦略についてチームに伺ったんですが、久々の300キロレースということで、まあ、すぐ抜きにくいサーキットですし、少しでもピット作業の時間を少なくするために、タイヤ無交換だったり二輪交換などを視野に入れているチームもありそうでしたが、ただ、スゴーはタイヤに厳しいサーキットでもあるので、タイヤの状態次第では、まあ、やりたくても難しいかもしれないという声も上がっていました。このあたりの、戦略の行方にも注目です。以上です。はい。さあ一周回ってきました宮城県警の、白ホワイト、そしてパトカー先導ということになりましたが、多分担当されてた白バイ隊員の方からいくと、私、右側の白バイにまたいだんじゃないかなという感じがしますけれども、これで識別ができるんですか。丁寧に、すごい丁寧に説明してくれた素敵な警察官だったんでね。さあ2周目に入ります。ここからはセーフティーカー先導のフォーメーションラップ、まだウィービングが続いている ARTA 先行の、各社なんですけれども、コースすご、見ていきましょう。アップダウンが非常に激しいんですよね。そうですね、まあ、この今の画面で見てもらう通りですね、本当にこのダンロップのゲートといいますかね、ブリッジまでが急に上り坂で右ストレート入りますね。でまあ、1コーナー、2コーナー、3コーナーと、まあ、中速コーナーが続くんですが。そこからまずコース前半はですね、このスポーツランドスゴーの一番高いところまで上りながら曲がりくねっているんですね。ハイポイントってコーナーがあるぐらいですね。一番ハイポイントなんですね。でそこからまあバックストレートを駆け下って馬乗せ、そしてまあ我々のかなり難所としているまあ最終コーナーからまあバックストレートを上っていくと、まあまたそこが急激な下り坂を下りの、下りセクションからのコーナリングで最終コーナーは下りながら入っていくんですが、上りながら、コーナーを出ていくと。まあ画面は今ちょうどこれバックストレートですね。その手前がレインボーで、その1個前にあったのがハイポイントですね。まあオーバーテイクポイントとしてはこの、バックストレートエンドの馬の瀬と、あとはメインストレートエンドの1コーナーですね。そうですね。ここでの激しい、まあここねコーナーがある前にちょっと曲がってるっていうところもまたね、若干癖があるんですよね。さあ、過去の勝者見ていきましょう。2020は大会がありませんでした。2019年はクラフトスポーツ、2021はカルソニック、そして昨年はクラフトスポーツ、まあ今年でいうところ2テラですね。過去、まあ、3回で2回勝っているということになるんですよね。そして300の方を見ていきましょう。こちらを見ていくと2019年が ARTA ですね。そして、一昨年がスバル、去年はムータが勝っています。先頭はSPを超えましたが最終コーナーに入ります。ここからは2列に隊列並びまして、そして、グリッドのボックスのところを、ね、通りながらスタートしていって、そしてコントロールライン通過したところから上手くということになっていきます。この上り坂本当に急ですからね。何にも先見えないですからね。あまり世界的にも見たことのない高低差ということになります。セーフティーカーが退きました。いよいよスタートということになります。ゆっくりとどこで加速していくか。さあ加速していきました。2023オートバックスーパー GT ラウンド6スゴー GT300 キロレース GT500 スタート。まずは ARTA、 後ろからは2テラ、そしてアステも4番手5番手がちょっと Z が今連想に近づいたか、ちょっとその後ろが離れましたね。デロイトが少し離れてしまいました。まずは綺麗にスタート5台離れてデロイト、その後ろも少し離れているように見えます。そして GT300 も今スタート、ケイチューンズ、その後ろからシェードレーシング、フィスバル、 PRZ、 後ろ5番手争いでしょうか、サイドバイサイド、こちらはどうだ、リアライズがアフガニジの前に出ましたね、リアライズが前に出た、そしてドゥーボットも出てる、ドゥーボットも前に出た、アフガニジが2つ順位を落としてしまうか、落としたようですね、ドゥーボットが抜いていきました。いやー、ここはスタートからちょっとアフガニジリズム乗れなく、ちょっとねリアライズに入られたところでさらにドゥーボットにもという感じに見えましたね。画面左の500ですけれども、こちらはクリーンな、静かなスタートという形になりました。ドゥーボットが今度リアライズを狙ってますね。そうですね、このリアライズとアフガニジは車が重いです、この一方のドゥーボットはですね、ここはこのストレートなどは軽さを生かして一気にオーバーテイクに行きたいところ、少し右に曲がってからのさらに右コーナー、アウトサイドから攻めていく。さあどうだ、ルボット、アプガレジ選手うまくブロックライン、そうですね、さらにここでアプガレジがもう一度、接触あった、アプガレジちょっとはみ出しましたけども、なんとかここはとどまりました。アプガレジはね、やっぱりリアライズ逃がしたくないですからね、そして片山選手もこう負けないぞという。勢いを感じる、そんなディフェンスラインでございました。1周目から熱いですね。後ろポノスが来てますね。ポノスがこちらヨギボーに並びかけようというところで、サイドバイサイドポノス。さあこちら GTR 対 LSX どうだ、ヨギボーが、いやインサイドからポノスが突き刺してくる。そしてさらに初音ミクも来た、2台に抜かれるか、うわ一気に2台にオーバーテイクされたヨギボー。片岡選手はありがとうございますという感じで抜いていきましたけども、さらにここはバンブーエアウェイズをヨギボー狙っていこうというところです。ちょっと若干ヨギボー少しリズムを失っているか、一度落ち着いて取り戻したいところ。ハイポイントコーナー右に曲がっていきます。いやー、でもやはり今日300キロレースということもあって、前半から飛ばしますね。久々ですからね、5000ぶりの300キロレースです。があります。ちなみに次戦のオートポリスも450です。その後ろ最後の茂木が300ということになります。 ARTA とモチュールの差は2秒4、少し開いています。いやー、でもマジで選手これハイペースなレース、持ち込みましたね。これタイヤ持つんでしょうかね。あと三沢さん、これレース戦略的にはやっぱりセーフティーカーリスクを考えると、最初のなるべく3分の1で入るのがセオリーということにはなるんですかね。そうです、セオリーというか、本当にそのリスクですよね。実際に入っておいた方が、その後セーフティーカーが入っても対処しやすい、大きな損をしないという考えで、なるべく早く入るっていうのは、一つ、督促かなと。そうすると、なるべく早くということで、28周経過時点で入れればですが、ただ、そればっかり重要視してね、あまり早く入りすぎても、3分の2、じゃあ、走り切るタイヤを準備できるかなとか、そのあたり、燃料もありますしね、そうですね、バランスなんですけれども、あくまでもその、アクシデントに備えるという意味では、早く入ることが得策になりますね。前出てますね、これ。ドゥーボットがリアライズ前出てます。片山選手これ来たんですね、これ。どこでしょう。1コーナーだ。アウト側からしかも。アウトからかぶせる形ですか、これ。名取選手も。いや、思い切ったオーバーテイクを仕掛けましたね。名取選手のアウトサイドから片山選手行っています。これドゥーボットは5番ということになりました。これでも一気に前に追いつくんじゃないですか。好調ですね。この2台は100キロのサクセスウェイで、この上り坂。辛いです。後ろからポノスがもう近づいています。初音ミクもその後ろずいずい、スリップを使って小出が名取のさあアウトサイドに並びかけた。ただここはインサイド守ったか。久志さん、一郎さん、ピットの動きって言いますかね、ARTA の16号車の方ですが、ピットがですね、早々に入れそうですね。でガレージの中に入れるような準備を整えてます。以上です。ガレージに入れる、これは何かトラブルですね。そうでしょうね。確かに今最高尾15番って話ですね。いや、前回勝者の16号車、確かにラップが2秒ぐらい遅いですね。スタート直後であったんでしょうね。それね、ちょっと気になるところですが、スタートからトラブルを抱えていた可能性が高いです。ARTA、16号車黒の ARTA が入ってまいりました。いやーでもこのピットインは痛いですよ。見ましょう。止める。あーもう準備してないからこれジャッキアップして抜かれてますね。これちょっと原因も、あ、今二郎さんが後ろにいますので、多分上げてくれると思うんですけど、ちょっとレポート待ちましょう。はい、あ、マイクを二郎さん取ったんだ。いやーでもはい、今16号車ですけれども、はい、一応ですね給油は済ませました。はい、このまま入れますね。やはりなるほど、ガレージ入っちゃうですね。一方の8号車は先頭を今順調に回送中と言っていいでしょう。今もうすでに300の後方の車をオーバーテイクにかかっています。ショーン、そして R9 を抜いていくというところですね。いやもう後ろが見えないぐらい4秒選手ですね。はい、これ前のラップで、前のラップでどのぐらい違うんですかね。あそこがオーバーテイクだったね。前のラップは後ろの落ちるのが早かったんですが、はい、今何かすぐにですね処置をするというよりも今ロガーをですねチェックしてそのままで出してきますね。じゃあ問題がなかったってことですか。何か電気的なトラブルのシグナルが出てロガーを見てそのまま出したってことは、何かシフトが入らないだとか、情報が入りました。はい、ミッションがですね、トランスミッションがですね、ギアチェンジができない状態だったということで、サラさんの正解ですね。はい、まあやはりそういうですから一回電源を落として、もう一回再起動をかけてで行ったっていう、まあただね、こういうのなかなかすぐ直らないことが多かったりするんですよね。そうですか。はい。また一つのトラブル。いやまあだからただ電気しかないですから何があるか。はい、こちらは9番手争いということになります。大島の後ろから牧野、その後ろから国本、ウェッツも迫っているようです、3台。うわ、その前はもう300のこれトレインですね、これ。まあ、スゴーはね、やっぱりこう1周の距離が短いですから、500プラスが300プラスに追いつくのはあっという間ですからね。もうすでに1周、ラップダウンと300になりました、わずか7周目です。コースが狭いからなかなかね、詰まったら詰まりっぱなしになるんですよね。この辺りとかも譲ろうにも譲れないですからね。はい、今本当エネオスは前に詰まった状態、ニテラもまあ今そういう感じですね。おお危ない、サイドバイサイド3台並びかけ、あー R9 接触した。今 APR の30号車の接触がありましたね。大丈夫かな、車にダメージがなければいいんですけれども、強い接触ではなかったようには見えたんでね、はい、大丈夫だとは思うんですが、さあそしてマレリが今 au のすぐ後ろまで来てますね。ここはもう今マレリが30クラスに詰まってちょっと詰まった、クイズが避けたところに入ってしまったという感じでした。で au は少し助かった形ですね。秋の後ろは国本、前の大島エメオスを追っています。いやここはさあ、これが朝までかかって直った APR の LC500H ですね。はい、後ろのカットシートも先ほどまだお昼ぐらいにも張ってました。まあでもね、ちょっとダメージがね、昨日のクラッシュダメージ大きかったですからね。でもよく復帰してくれましたよね。ボンネットのところだけはもう張るのを諦めたみたいですけど、あとはほぼ真っ白にカットシートに戻してましたね。トップケイチューンズにシェードレーシングに変わります。300のトップ2台です。ここは差があまりありませんね。1秒3。そうですね、スタートダッシュ自体はねケイチューンズうまく決めたんですけどね、はい、ただそこからの連続周回になるとシェードレーシングが今追いついていってる展開ですね。はい、軽い3キロのサクセスウェイト、一方のケイチューンズは15キロ、まあ共にそれほどのサクセスウェイトはないんですけれども、はい、このシェードが非常に調子が良さそうです。そうですね、またねケイチューンズのね RCF ストレートスピードが速いんですよね、はい、ですからこうシェードレーシングの方はオーバーテイク、そこのところでは難しいんですが、まあじっくり、はい、ああドゥーボットがリアライズ抜いてから随分と前に出て、もはやスバルとグリーンブレイブの方に近づいてきているように見えます。うわこの大変だこれ。もう今どこで誰が来してるか分からないぐらい今、立川選手、ラストスローを今、走行中、ちょっとこう、3人で引っかかっている後ろで、まあでも立川選手、やっぱりうまく、なんていうんですかね、オーバーテイクしてる、エメオスが2手ら抜いたんじゃないですかね、そうですね、前出てますね。今2テラが300に引っかかってたんですよね、これ、なんとそのままスタンレーも抜いていく、スタンレーも抜いていって、スタンレーが後ろだったんで、今、逆にスタンレーが追いついたんじゃないですか、2テラは抜いたんじゃないですか、2テラはね、そうですね、エネオスとスタンレーが、そうですね、で、そのスタンレーが今度、エネオス、ここの関係はさっきから続いてましたけども、その後ろのレッツが今、本当に2テラがちょっとやっぱ重いのがきつい。ピストリクターが3段階ですからね、やっぱり詰まると加速力がかなり影響するんで、1回スピード落ちたときにまた加速しにくいと、そうですね、うわこれ、後ろ、ウェッツとそして au にも迫られていますね、その後ろ、マネにもいます、いやしかもこの上り坂、前途いくか、立川抜いたか、立川抜くか、立川、関口を抜いて、これで4番手、ラストスローで抜いていきました、立川。ってますね、ここただまた、全くオーバーテイクを300としてもさせられない場所で、そうですね、ちょっと4号が途中に落としましたね、本当ね、もうコース幅が狭いですからね、300の方も譲りたくても譲れないところが多いんですよね。デロイト、ジュリアーノ・アレジ、今、300のアップガレージをオーバーテイクしていきました、その後ろ、リアライズ。そしてエメオス、ニテラ、ウェッツ、au、マレニ戻りましてトップ ARTM ゲー、いやでもジリ選手6秒9の、いやでもこのペースで今日走り切れるとするともうぶっちぎで、まあ勝てるペースですよね今ね。この ARTA8 号車のベストラップ1分12秒5、ちなみに2位につけているロニー・クリタレリのベストラップ1分13秒5です。1秒ベストラップで速い。そうですね。まあ一度もちろんね300のオーバーテイクなどがあるので今はそんなに安定してないんですけれども、ポテンシャル的には1秒ノジーの方がロニーよりも速いということになります。まあ相当調子がいいという証拠ですね。まあ23号車としても前回失格になったんで、ここでポイント取りたいんで8号車の前におそらく出て最大ポイント取りたいところでしょうけれども、そしてこちらは関口の後ろに迫ってまいりましたジュリアーノ・アレジ、5番手争いです。先ほど前後にオーバーテイクをされていきましたけれども、そして笹原、今日は後半担当、デロイトスープラもね今年ちょっとねずっとこう不調続きといいますかね、ですからこの辺りでやっぱり結果出したいですよね。auと同じトムスのね2台とちょっとそのポイント的にも差がついてますので、でなんとかいいレースをしたいところです。あ、遅い、ちょっとこれスローダウンおかしいな。ムータ、あらフルウェイトのムータが遅いよこれ。堤、動かないか、もう完全にこれ惰性ですかね。これ待ってるわけじゃないんですよね、惰性。そうですね、何かおかしいですね。何があった、どうしたこれ、上り坂登れるかな。どうしたムータ、止まってしまうのか、なんとか最後までいけるのか。厳しそうですね。ただ動いてはいるのでこのまま動いてるな、いけるんじゃないですかね。そうですね、それなりには動いてるけどゆっくりって感じですかね。どうしたんでしょう。いやーでもムータ、このレースを落とすとちょっと厳しいですね。でもなんかちょっと挙動がおかしいので、そうですね、今ピットに入ってまいりますムータ、ここは厳しいムータレーシング。いやー今そうですね、ランキング的には5位につけてるムータですからね。前回のね鈴鹿もね取れそうでいい、高得点取れなかったんで2戦連続ね、があまりこうポイントが取れないとなると、チャンピオンシップかなり厳しい立場に追い込まれますね。そしてリアライズとエネオスですね。エネオス、リアライズ、さあどちらが前か。ここはリアライズが前、佐々木、その前にデロイトですから、ここはずっとデンソー以下のだんだんトレインになってきたってことですね、これね。はい、竹内さんどうぞ。メーターに誤差なんですけれども、駆動系のトラブルということでですね、今目の前でマシーンガレージに入れてます。ここからチェックするということです。以上です。ありがとうございます。これもミッションですか。そうですね、駆動系だな、駆動系ですね。まあミッションなりドライブシフトなり、ただここにガレージ入れるというのはね、ちょっと万事休すですね。はい、ポイント取るのは厳しいですね。さあこちら、ああ、マッハ車検が回ってる。トップのケイチューンズの横をですね、電装を出していきます。500の車がもう完全に並んでますね。その後ろスタンレー2テラまで順につなぎです。300もね、トップ争いしてるんで、ちょっと待ってよっていうところでしょう。そうですね、はい。なんとかこうね、新田選手もベテランさあ譲るところですけれども、スタンレーの後ろに2テラがやってまいりました。うわ、ここはネルリストリクター3段階の2テラが迫るかというところですが、いや、さすがにこれは伸びが、まあ今ね、ちょうど牧野選手がね、最終コーナーで300に引っかかったんで、はい、チャンスかなりスピードダウン今しましたからね。さあこちら、あ、マッハ車検内側から、うん、あ、これはなんとちょっと今のは。ちょっと審議になる接触の仕方ですね。あれはどうですか、その内側に、はい、切り込みすぎたのか、はい、まあ、ブレーキを遅らせてオーバーテイクしたかったんでしょうけれど、はいはい、じゃあかなり無理がある距離感には見えましたね。30号車的にちょっと無理があるんですね。さあここトップ、あれ、気づけば300の4台がモデューロにちょうど挟まってる形にはなってますけれども、はい、トップ4台、これ気づけば差がなくなってますね。なんと K12、シード、そしてスバル PRZ、グリーンブレイブと4台がなんと、差でいうともう2秒圏内に入っている形です。4台、グリーンブレイブはね、100キロですよね、確かね、積んでるのが、ですから、結構これ、大健康じゃないですかね。そうですね、グリーンブレイブは90キロですね。ああ、90ですか、はい、あ、90、はい、相当重いですからね。いや、そうなんですよ。はい、内口、こちらはつまみやってた69キロです。まあ2台が軽いんでね、思いながらもここにいるこの2台はすごいんですけれども、その後ろドゥーモントもやはり近づいてますね。これあんまりケイチューズのペースが上がらなくなってきたんじゃないですかね。そうですね。まあ最終のラップタイムを見ると。今、上がってないですね。そうですね、19秒8というのがベストラップなんですけど、まあ、オーバーテイクさせて500を抜かせてるのもあると思うんですけど、13秒8まで、そうですね、ベストタイムから4秒遅いタイムで走っています。はい、その後ろのね、まあ、この4台は今、追いついているんですけど、ドゥーボットが今、来球できてるんですよ。そうなんですよ、21秒なんで、トップケイチューンズより2秒早いタイムに一瞬回ってきました。だからもうこのラップの途中で追いつく形ですね。最終コーナー立ち上がって、ここは重い2台の3、4位ですから、後ろからドゥーボとかこの直線で一気に迫ってくると思います。ああ、もう見えてきましたね。はい、まあ、このラップタイムがどうかが見たいですね。ああ、でもやはり早い。後ろちょっと離れたところにリアライズの GTR そうですね、じゃないですか。はい、これドゥーボットって今同ペースです。100キロでですか。はい、あ、今後ろ一瞬映りました。ちょっと距離感はあるんですが、同ペースですね。ということはこの K チューンズが今のペースを続けてれば続けてるほどリアライズまで追いついてきちゃう。そうですね。はい、ドゥーボットはオーバーテイクのチャンスあるるかもしれません。ありますね、はい。ここ2台が並んでるんで、前の車、グリーンブレイブも今スリップが使える状況です。はい。さあ、これオーバーテイクがちょっと至難ですね。2台並んでるところに入るのが片山選手難しいところですが、インナーを差してこようというところでしたが、ここは守ります。ですから、まあドゥーボットはまあ今絶好調な感じなので、はい。まあこの前の問題。可能性があるんですけれども、ただそのオーバーテイクにね、少しこうまあ手こずると後ろからリアライズの GTR が来るので、まあ、GTR リアライズの GTR にもこのあと10周以内にチャンスが来るなという感じですね。そうですね。今1周1秒ぐらい早いんですよ。あと3周ぐらいで追いついちゃうと思うんですけど。はい。さあ、そしてシェードレーシングが先ほど1コーナーでもピタッとついていましたけれども、オーバーテイクのチャンスを狙っています。ここはバックストレートエンド、ちょっと注目ですかね。そうですね。今のセコーナー。ただ今アウディね、ちょっと500に譲って間隔が空いてしまったんで。そうですね。はい。そしてトップ2台。さらにこの2台とバックストレートに入ります。シェードレーシング、さあどうか。アウディえらく下がった。そうですね。さあここは内側に入ってくるか清水。ここは狙いません。ひょっとしたらアウトサイド入ってもピックアップを拾ってるような状況なんかあったかもしれませんね。なんかスピードが上がらないですか。そうですか。なんかちょっと離れましたね、確かに。はい。これはずいぶん離れた。そうですね。ちょっとおかしいかもしれないですね。加速も。スピードも遅く見えるんですよね。はい。ピッと入るんじゃないかな。さあここグリーンブレイブはスマッピアンズとルーボとそのまま直進してますね。まあ少しちょっと静観していますけど、はい。トップ争い。ケイチューンズ、そしてシェード、セバル、グリーンブレイブ。まあ確かにグリーンブレイブ。先ほどまでの勢いはなくなっている感じをしますね。そうですね。前の新田選手が22秒9なので決して速いラップではないので、はい、前がペース上げたということではなさそうですね。確かに田辺選手、3区で21秒台、2秒台で走ったのが23秒7のラップでした。はい、まあ譲った分はあるとはいえ、そうですね。もう一回近づいてきた。あ、そうですね。また近づいてますね。はい。やはりおそらく多分500クラス16号車に譲ったときに、まあ、結構タイヤかすを拾ったとかそういうのがあるかもしれませんね。そうすると本当に譲るのも一苦労ですね、これね。なかなか難しいということになりますが、これ、1画面の中に56号車、名取選手が入ってきましたね。そうですね、もうここですね、見えてきました。青い車が続く形になります。さあ、そしてグリーンフレームがスバル PRZ のインナー。うまく入り込もうというところでスリップを使って、さあ横に並びかけることができるか。90キロのスバル、そしてスバルもね、ストレートがスーッとね、そしてシェードがイン側に入ってくるか、イン側に入ってくるか清水、イン側入ってきた。2コーナーはどうだ、さらにインに入ってサイドバイサイド立ち上がっていって、しかしここはケイチューンズ、イン側を守るか、いった森を守った。たんですけれども、冷静でしたね。そこの間に PRZ が一気に追いつきましたね。90キロのサクセスベイト、PRZ90 キロのグリーンブレイブ、その後ろからどうぞ。はい、どうぞ。サミさん、APR30 号車なんですけれども、先ほどの接触で右前がおかしいというコメントがあって、アームか何かがおかしいというコメントがあって、今ガレージでチェック中ということです。ありがとうございます。やはり接触ダメージがあったんですね。さあグリーンブレイブ入るか。そしてドゥーボットがアウトサイドからさらに狙っていく。馬の背コーナー、ここは前に出られません。いや、しかしこれ各社もどかしい感じですね。そうですね。まあグリーンブレイブもね、まあやすやすと譲るわけにはいかないですからね。はい。気温は28度、目温度32度です。さあここはピタッとついたか。さあこれはチャンスか。並びかけてくる最終コーナー。ホームストレート。いやでも PRZ の伸びがいいですね。ただもう1回いくか。ただ90キロのサクセスメイト、ドゥーボットがアウトサイドから、うわー、3ワイドで1コーナーに入っていく。ドゥーボット、まずはグリーンブレイブを PRZ ビッグか。しかしグリーンブレイブも粘る、ギアトゥーボットインサイド前出た、トゥーボット4番手、目にも喜ぶ。ああ、でもアウディ調子ですね、トゥーボットは、いいですね。もう前結構使ってるの抜けば抜くほどチャンスがどんどん変わってきました。ああ、これスバルも射程圏にね、入られてますからね。来るかもしれませんね。前のシェードは随分とケイチューンズを抜き上げていますが、おっとリアライズも追いついてますよ。そうですね、あっという間に名取哲平も来ました。さあドゥーボットどうだ、インディーフルと見せかけてアウトサイドから接触、これは回りきれないか、オーバーラン、少しアグレッシブ、これでリアライズの人まで下がってしまった。順位を2つ落としましたメリー。まあね、いい走りをしてるんですがね、ちょっと今アグレッシブすぎましたね。いやー、メリだけにさっきの喜びと今のキャラクター、メリハリのある表情でございました。ありがとうございます。失礼しました。さあ、そしてもう1回来るんじゃないですかこれ。PRZ の予報からグリーンブレイブ、そしてさらにリアライズ、さあサイドバイサイドに行く、これ3ワイド並びかけるかもしれない、伸びるのは PRZ だ、インサイドはグリーンブレイブ、リアライズも狙う、漁夫乗り、うわー、ちょっと膨らんだグリーンブレイブ、2台ごぼう抜きのリアライズか、接触があったが、しかしここはなんとかグリーンブレイブ守ったが、リアライズが前に出る。いやー、そしてルーボットも来てる。ちょっとスバル接触がありましたね。スポイラーあたりを、飛ばしてしまいましたね。シェードレーシングが前出てますね。今シェードが軽中と向いてます。これひょっとしたら8号車のオーバーテイクの隙に行ったのかもしれませんね。さあ、ここ見ていきましょう。あ、インターに入ってる。あ、オーバーテイクを先にしたんですね。そうですね。ここ1、2コーナーで前に出ました。ですからケイチューンズが今連続周回していくとちょっと厳しくなってきてるんですよね。シェードの方がレースペースはこれ良さそうですね。これいいですね。同じ単独タイヤなんですけどね。あ、もう全然判断ないでしょうね。ですからまあケイチューンズの方が少しこうタイヤがソフトコンパウンドだった可能性がありますね。なるほど。タレが速い。そうですね。予選の一発は出るけどっていうね、ロングランが厳しいっていう。久々500が映りました ARTA トップ、後ろはロニー・クインタレリ9秒1の差です。3番手がアステモ、4番手ゼント、5番手がデンソー、6番手がリアライズ、7番手デロイト、8位エネオス、9位スタンレー、10位がニテラという得点でした。いやでも今日の8号車はこれ誰も止めれないんじゃないかって持ってしまうぐらい絶好調ですね。これが2位の中ですね。9秒離れている。2人にしても進めがないぐらいに差が開いています。そしてここはまた K-TUNES の後ろにグリーンブレイブがやってまいりました。ちょっとでもさっきもあったシェードの差がなくなった感じもしますね。そうですね、先ほどの方が開いてたように見えましたけど、まあでもグリーンブレイブも一気に今詰まってますよね。ですからここら辺あたりでKTUNESがかなり今厳しい状況になってきてますね。で今23周目ですよね。もし3分の1で入るならあと5周は耐えなきゃいけないということになります。そうですね。まあおよそちょっと300だとラップ周が違いますし、数が違うんですけど、まあ500で見たときにですよね、あと5周、20、あと4周でこれがトップが今24周目に入ったんで、あと4周は耐えないといけないということになります。まあK-TUNESはもう多分これ最短で入れると思いますよ。そうですか。こちらシェードレーシング、K-TUNES、そしてグリーンブレイブにワンツースリー、デロイト、エネオス、デロイトがエネオスに迫られています。後ろスタンレーも来ている。守るジュリアノ・アレジ、後ろ大島、うわここもレオンがコロスに仕掛けようという方法での300の争いでした。デロイトなんとか300をかいくぐりながら守っていきます。ジュリアナ・アルジー、お父さんの応援も今日はあります。スタンレーも迫る。ここはエネオスとしてもあまり前ばっかり見てるとスタンレーに行かれてしまうという非常に難しいポジションをしまう。どうでしょうか。後ろはニテラが今300を抜いてますね。ロイトは初音ミクを抜きました。うまくこの馬乗せなどで間に300が入っていると非常に楽かもしれませんね。前後そしてデンソーが300のところに近づいています。おっと埼玉が一気に追いつきましたね。そうですね、バテイクの500のまだちょっと距離がありますね。ただダモットがまた距離を戻してきました。すぐ今リアライズの後ろまで来ています。ちょっとやはりタイムがきつそうに見えるケイチューンズ、今もインナーをつけません。比べてグリーンブレイブは非常に小回りが効いているというか、さあここで入ったかな、いやここはさすがにいけないか、そうですね、ちょっとコーナーがきつすぎですね。そしてリアライズも来てる、その後ろから500のリアライズも来てますが、300のリアライズがグリーンブレイブのすぐ後ろ、ここは今500のリアライズに譲るところ。埼玉はね、リアライズに抜かれたくないんですよね。これリアライズはリアライズパワーを使えないのかな。使えないです、ちょっと力を借りというわけにはいかないですね。近藤レーシングでさあグリーンブレイブ来たか、いや入ってない。これ多分最終コーナーで狙いを定めて、メインストレートスリップを使ってというふうに狙ってると思うんですけど、まあそこもね重いですからね。しかも選手も分かってますから、抑えどころしっかり抑えて走ってますよね。名取選手がもうグリーンブレイブ並びかけちゃったよ。これ入る、ピット入る、26周目グリーンブレイブピットに入った。なんと意外とグリーンブレイブが先に入った。これ引っかかるぐらいならもうアンダーカットしようということなんですか。そうですね、おそらくアンダーカット狙いですね。引っかかってペースが落ちるぐらいなら自分のペースで走ろうということかもしれません。そうするとリアライズがもう難なくこれで2番手に上がった形になりますね。これでも本当最短で入れました、おそらく226周ですけれども、300で見たときは3分の1ちょうどということなんでしょうね。まあ1周ずれなければ、というぐらい今ギリギリの線でついてきましたね。1人のドライバー3分の2以上の距離を走ってはいけないということですからね。はまらない、右後ろが入らない、これアンダーカット、はまらない、かまない、これは長いプロストになってしまった。これは4秒5秒ロスしましたね。アンダーカットの成果が、まあでもペースがね 1,2 秒以上速いんだったら、まあ成果は出るかもしれません。あとはライバル勢がどのぐらい周回数の差をつけてくるかにもよります。ただタイヤが冷えてますね。ここは早々に譲ります。その後ろマッハ車検がいますけれども、マッハ車検は先ほどスピードがありましたね。マッハ車検は同じ300同士、そうですね。ですからこのマッハ車検は抑えるのであれば抑えたいですよね。あ、スタンレーがエネオスの前に出てますね。8番手に上がっています。どうやら大島を牧野が抜いたようです。デロイトの後ろはスタンレーという形になりました。先ほどまではデロイトエメオスが争っているように見えました。その後ろから牧野が来ていて非常に難しいタイムだったんですけど、そしてアップガレージがスバルの前、これアップガレージがなんと上がってきたんですね。そういうことですね。なんとこれで5番手スバルが、今表示上6位ということになります。31号車が入ってきました。徹夜で直しました。カッティングシートの白の、カラーリングを貼りました。スタッフの懸命の努力で佐賀選手も一緒にね協力をしながら直しているんですけれどもね、これでも先ほどのスバル、これ入りましたね。ケイチューンズ入りましたね。下がっていったんじゃないですかね。ペースが落ちてそんな感じですよね。3番手でしたもんね。さあケイチューンズ入ってきました。これがおそらくタイヤ的に想定通り28なんで、これはもう3分の1ということでしょう。スバル大丈夫かな。スバガルのこれはオーバーテイクされたシーンですけども、ズバッといかれてますね。そうですね、これハイポイントですよね。主金からハイポイントまでって結構距離短くて、なんかさっきちょっとあったまあそれの影響もあるかもしれませんが、いやでも2秒ぐらい遅いんですよね、今最後の。あ、そうですか。はい、もしタイヤだとしたらもうこのラップ入ってきて大丈夫かもしれませんが、もし足回りなどがこうちょっと乱れてるような感じだとすると、違うトラブル何か問題であればね、はい、まだ給油が続いています。給油中はタイヤは変えられません。まあでも今結構しっかりと給油しましたね。そうですね、入りまして出てきます。RCF ホールスタート、高岸選手に変わります。冷たいタイヤでもミッドロード走るのって難しいでしょうかね。ああ、先ほどのマッハ車検はですね、ですから埼玉これ前に出たってことですよね。はい、マッハ車検の後ろということになりました。埼玉がアンダーカット成功という形になります。スタンデーが入っています。これ500最初ですかね。あ、ウェッジスポーツも入ってますね。2台入っています。後方に変わりました。スタンデーのストップタイムはどうでしょう。タイヤを前輪変えました。後ろに変わっています。あ、ウェッジこれ前変えたんじゃない。あ、違う、これは違う、これはシンテムですね。ウェッツは今まだ左にいますね。これまだタイヤを今変えているところです。シンティアも今入ってきました。ウェッツはまだ止めていないです。あ、初音ミクにも抜かれそうですね。これ。いや、やはりあれ、初音ミクにも抜かれる。落ちてるんですね。今。これ初音ミク前5番手。これタイヤとかじゃなくて何か問題がありますよ。おそらく。だってタイヤだったらもう入ってきてるはずですよね。で、これ今ステイアウト2周ぐらい通過してるんで、ペースが落ちてから。だからその、いやもうここ我慢して走ろうよっていう状況が何かチームにあると考えていいと思います。一気に入ってきました。3分の1超えたところで30周目、デロイト、エメオス、300のアネスト岩田、ヨギボー、そして BMW も入ってきました。シンティアも先ほど入ったところですが、今ピットアウト、ランナーもピットアウトしています。 PRZ やはりまだ通過しますね。本当だ、なんと87号車バンブーエアウェイズランボルギーニにもオーバーテイクされています。いや、これはもう何か問題を抱えてます、ね、そうですね、はい、うわどうしたんだスバル BRZ。 オチュールが入ってきました。今2位ですね。エア TA の後ろ2位につけていたオチュールが入ってきました。さあこれが出るかどうか。 ART に対してはアンダーカットしたかもしれないです。まあでも ART はこの動きを見て動けばいいですからね、はい、ですからまあ次の週とか、はい、ART は入ってくるんじゃないですかね。まあそれがセオリーな気がします、はい。まあ一番安全ですよね。そうですね、はい、はい、初音ミクが今ピットアウト、この入ります。ラストス号を走り終えましたタッチカー、西浦に譲ります。タッチカー選手の公式戦ス号での走行はこれが見納め。あ、入ってきましたね。ドライバー変えます。何か車を走る様子はなさそうですが、単純にタイヤなのか。スタンレーがデロイトサイドバイサイドイン側に入って、スタンレー前です。牧野が抜いていきます。牧野選手もこうしじわじわと上げて、ああ山本選手がもうピットインしたんで、これ山本に変わってるんですね。はい、ああでもじわじわとスタンレーは上がってますね。笹原打ってことですね。スバルが交換した給油だけ通常ルーティンなんで嫌だったのかな。いやどうでしょう、ちょっと見てみましょう。ちょっとペースが戻ればタイヤだったってことになるんじゃないかと。まあ何か大きな調整はしてなかったですよね。そうですね。少なくともチェックして覗くような仕草も見えなかったですね。はい、ちょっと気になりますね。そしてトップ ARTA が入ってきました。ああ、やれは入りますね。はい、はい、まあこれもセオリーだと思います。先ほどまで2位だったノチュールの前で戻れれば反対です。野尻から大いに変わります。昨日のポールシッター、まあでも ARTA のこのフロントの、まあ、ラジエーターの入りといいますか、ブレーキダクトの入り口あたり、はい、結構芝生がついてますね。これ走らさないんですね。取りますね。はい、そうか、今作業できなかった、ちょっと時間かかった、ちょっと時間かかった。40秒超えちゃった。41秒3、ちょっと長めですね。そうですね。まあでもね、モチュールとのマージンが8秒9秒あったんで、まあでも今3秒ぐらいはちょっとロスったかな。そうですね。さあモチュールは今最終コーナー、あ、スバルちょうど引っかかってたところですかね。初音ミクの後ろでスバルは戻ってるようです。ARTA がここで放水、はい、中央が1コーナー、そうですね、こんな距離ですね、まだまだ全然距離がありますね。お、中央なんか左前がこうなんかついてる、いや、なんか壊れてますよ、壊れてるのか、なんか大きなタイヤがついてるような感じに見えましたが、アステモが入ってきました。穴が開いてるようにも見えたし、ちょっとわからないですけど、これでドライバーも変わります。アステモも入りまして、まあ A も入りましたね。はいはい、入ってきました。中でレースでニッテラも入ってませんので2番手の扱いになります。バルニもまだ入ってないですね。そうですね。3台がまだ入ってない形です。まずアステモの位置は。そうか、 ARTA がピットストップ遅かったからこれ前出れるんじゃないですか。アステモ前出ちゃいますね。あ、アステモが前出た、あっという間、しかも結構な差、まあ、この後ねゴールドタイヤなんである程度追いついてくると思いますけど、これはやりましたね。非常にこれ逆にそうですね、アステモは燃費走行していて、給油量、まあ、給油時間を短縮した可能性がありますね。300シェードが入ってきました。トップです。ロッドコースターシェードレーシング。トップの位置からミッドストップ。これで。ああ、でもこれは結構な差ですね。まあもちろん今急激に近づいてはいますけれども、ARTA の後ろのさらにモチュール。ところに対してリードを保ったまま今走行中です。タイヤ温めどのくらいかかりますかね。ちょっとね、そうはねちょっとかかりますよね。あ、そうですか。はい、最初コーナーまで来た。追いつかれるかな。シートレーションが39秒のストップ。今ギリギリの距離感ですねこれ。さあどうだ。あ、ウイミングしてる塚越。なんとかタイヤに熱を入れたい。ここで追いつかれ。あ、でも。しかしインナー入ってきた大湯。いや、ここはいけない。いや、ちょっと今の距離感はね、この周踏ん張りは塚越選手、ちょうどピットアウトのシェードレーシングがありますね。ああ、詰まって、そうですね。ああ、でもうまく、大湯ぐらいタイヤが温まると、先にタイヤ交換をした選手のペースが上げにくくなるので、もうちょい燃えついてきました。これね、アステモのペースは案内でエアティが引っかかってるんで、もうちょいあれはでももうちょいの左の音は何かちょっと破損しかけてるというか、これオレンジボール出なきゃいいんですけどね。あ、シェードレオンがあれレオンに抜かれたんだかな。これまだピットアウトでタイヤが温まってないところでレオンに抜かれた形ですね。そうですね。レオンはですね、左2本しか変えないです。ああ、いや今ちょっと接触があったような。こういうちょっとケイチューンズですよね。300と接触あったように見えましたけれども。いやまあ。早く行きたい気持ちは分かるんですが、そして松田継夫選手もこれ逃しませんよ。ここはね、高木選手、ベテランですからね、しっかり周り見てやってるはずなんですけれども、ちょっと強引に行き過ぎたようにも見えた大湯、アステモとの差が開いてしまいました。でちょうどこのタイミングからアステモのタイヤ今ちょっと待ってください、Z がピット入ってますよ、これ、2回目ですよね、あ、そうですね、ラストスロー、西浦に変わったばかりでしたけれども、馬に乗せられてガレージですか、うわー、Z がなんとガレージ、ラストサチカースロー、ここで大きく勝負権を失う形になります、どうした Z。完全に2つにピットクローズセーフティーカーという表示、大丈夫か、これ最終コーナー立ち上がって上り切ったところのホームストレート、うわー、なんと大きく2個に車が割れてる状態、これリアライズが今、右前が何かなかったですよね、ピットクローズ前に入ってるところです、これね、セーフティーカーの今、それより山本直樹選手、大丈夫でしょうか。ちょっと心配です。いや何がホームストレート、最初、立ち上がってきてそのまま膨らんで芝生の上とかっていうことなんですかね。いや、これはまあ何か接触があったと思いますけどね、単独では行くことはないと思うんですけど、よっぽどのトラブルでない限り、ちょうど山本選手の今、止まってる車の横の柱がね、ちょっとこう曲がってるようには見えたんですけれども。アップガレージは今これちょうどセーフティーカーの前にピットインしてましたよね。56号車のリアライズとアップガレージは入っていました、はい、で今、リアライズが多分これ前走ってますよね、その後ろアップガレージ、まあ、スロー走行してる間に出てきたんでこれ順位ひょっとするとそのままキープしているのかな。リアライズが5位、アップガレージ6位という表示です。あと500のね電装止まれる量入れていないはずなので、はい、これ入れてないともうかなり厳しいですよね。ただスタンレーの状況がこれはちょっと心配ですね。今エファローンね、エファローか、が来てるように我々のところからも見えるんですけれども、さあ40周目、あ救急車もやっぱ向かうようですね。まあ、画面上救急車を捉えました。まだ多分ドライバーが降りてないと思うんですよ。今ちょうど画面映りましたね。はい、エファローの、はい、運転席のところを今確認してるんですけど、相当なインパクトが、まあ、ガードレールがあってその奥のこうなんていうんですか、こう鉄柱みたいなのがね、はい、こうぐにゃっとしてるように若干見えたんですけども、まだセーフティーカーです。セーフティーカーランが続いています。ピットはクローズドです。セーフティーカーランが続いている状況です。そうか、これでも今セーフティーカーで動かさないと赤旗で止めるとちょうど今アクシデントあったあたりぐらいまで隊列が進んでしまうので、なるほど、だから今多分赤旗も止めにくいんですよね、状況。サッシャさん、サッシャさん、ドライバーさんですね、山本選手との無線はつながってるそうです。あ、そうですか、よかった。今まだ車の中に、いるという状況だって、はい、無線の状況としては、なるほど、山本選手との無線はつながってるということです。はい、以上です。音はあったということですね。はい、まずは音があったということで、ことニュースが聞こえてきましたけれども、そして救急車が止まって今、確認というところです。まあ、ひょっとするともうピットレーンで止めるとかっていう可能性が出てきましたね。赤旗が今出ました。赤旗です。レーサー赤旗です。ですから赤旗で止めて、このままピットに入りましょうということでしょうかね。レーサー赤旗です。まあ先ほどの、接触100号車のスタンレーと56号車の300のリアライズ、こちらに関しましては接触の審議が入っています。で、その後ですね、赤旗中にですねドライバーによるひょっとすると56号車への、触れたんじゃないかということですかね。これがありまして、まあちょっと接触の関係で破損があったわけですけれども、触れたかもしれないということで、まあ、これはまだ検証中、ひょっとすると赤旗手順違反の、まあ、今、嫌疑がかけられているというところですね。でドライバーたちが徐々に戻っているところです。あと三沢さん、はい、赤旗中断前気になっていたスバルですよね。はい、そうですね。まあペースが急激に落ちたんですけどもね。はい、まあ今、ピットレポーターからのちょっと情報による。はい、今そちらについてスバルの方にお話を伺ったんですけれども、やはりちょっとタイヤがですねきつくなってしまったということでトラブルではないということですね。以上です。なるほど。トラブルではなくやはりタイヤがそうですね急激にパフォーマンスが落ちたんですね。はい、スバルですからタイヤを履き替えた後はであれば大丈夫ということになるんですかね。そうですね。はい、さらに情報入ってきまして3時20分に、レース再開なんですが、セーフティーカー先導でスタートという情報が入ってきました。現在は40周目を終えて残り44周というところでレースは止まっています。この後セーフティーカーで、レース再開ということになります。坂本選手も今ヘルメットをかぶってですね。改めて、こちらの富田選手もいますね。順位を見ていきたいと思いますけれども、500に関しましてはまだ、ピットインをしていない車が2台です。デンソーとマレリ、この2台はまだピットインをしておりません。で、その後ろですがピットイン組のトップはアステモ、これまだピットインしていない関口とあとメリが、語ってますね。アステモ、ARTA、モチュール、リアライズでエネオス、ニテラ、デロイト、au スープラ、ここまでがトップ10、まあ、2台がピットインすることを考えるとウェッツスポーツが11、モデューロ12というところまでが、まあ、ポイントの可能性が1と言ってもいいかもしれませんね。そして300に関しましてはここはまだ、上3台がピットに入っていないんですね。坂口選手ドライブ中のバンブーエアウェイズ裏間が現在ピットインしていなくてトップ、パシフィックもまだピットインをしていませんで2番手、RQ 図が3番で、ここがまでがピットインしていない。でグリーンブレイブがピットイン組でトップ、リアライズが、ちょっと車のダメージ気になるところではありますけれどもピットイン組、そしてひょっとすると、赤旗の手順以内接触みたい車に触れたみたいなところで、もしペナルティを受けてしまうと、順位下げる可能性もありますが、今のところ5番手、アップガレージが6位、ケイチューンズ7位で職務もまだピットインしていなくて8位、レオンが9位、シェードが10位、これもピットイン組がもしいなくなったらと考えると11位がポロス、ゲーナー12位、ルーボット13位、職務も考えると14位、初音ミク、ここまでがポイント圏内に入る可能性があるという状況です。はい、さあというところですが、三沢さん。はい、はい、ちょっとね山本選手はね、でも体ちょっと気にはなるんですけれどもね、はい、さあオリベイラ選手がね、はい、これをそうですね、この赤旗中にいかなる理由があっても車体には触っちゃいけないっていうねルールがありますからね。それに今ちょっと、抵触したという感じでしょうか。あれを触ったのが、あの角度ですね。あれを触ったと触ったように見えないし、見えるし、触ってないように見えるし。したというのか、触れただけというのか。触ろうとして振ってやめたというふうにも見えるしね、なんとも言えませんけど、ここは裁定する人に判断しましょう。さあ今ちょうど場内では走行再開スタート10分前のアナウンスがされました。この後現在今3時10分ですが3時20分からセーフティーカー先導でスタート、その前に並び替えがこの後5分後に行われます。今例えばこの300で見ると職毛レオンの順番で並んでますよね。この辺は順番を入れ替えなければいけません。500に関しましてはデンソーマレリの順番で並んでますかね。はい、いずれにしても、そうですね、デンソーは一番前にいますけど、マレリはいませんね。ですから、並び替えが行われなければいけないということですね。さあ、セーフティーカーも今、止まっているところですけれども、まだ再開を待っているところですが、なかなかこういう状況、今シーズンね、鈴鹿でもこういうのありましたけれども、ここからレース再開するということで、三原さん、やっぱりドライバーとしてもね、なかなかこう集中力を高めるのが難しいところでもありますよね。そうですね、気持ちをね、やっぱり切らさないようにと言いますかね、集中力はやっぱり途切れないように、ここはもうプロなんでね、大丈夫だと思いますけど、ただね、ちょっと気になっているのが、このね、今、菅生の空がですね、今、ちょっとどんどん暗くなってるんですよ。一旦明るかったんですけどね、今、で、低めのね、雲が来てるんで、雨ではないとは思うんですけれど。今ホームストレート上は向かい風、確かに風は強くなってきていますね、大きな、雨雲はレーダーには映ってないんですが、ただ、目視で見る限りね、結構低めの雲が今、来てるんで、これが雨とかね、降らさなければいいなとは思うんですが、そうですね、本当ね、菅生は何があるか分からないから。そうなんですよね。どうなるか。今はですね、何台か前にいるのかな。あんまり今、周りを見ても雨雲が、そうなんですよ。レーダーにはね、ないんですけどね。ただここは本当に山というか丘陵地なんでね。大丈夫だとは思うんですけどね。降らなければいいなと、個人的にそうですね。しかしこの赤旗中断で、そうですね。ピットに入ってないっていう組が今分かれてる状態が500、300クラスともにあるから、入ってないところはかなり厳しいですよね。そうですね。逆にピットねちょうどセーフティーが出るときに入ってた、ちょっと。リアライズに関しては接触もありましたし、ひょっとしたらまあ触ったという話もあるかもしれない、はい、ちょっとなんとも言いませんけど、このリアライズの56号車は、はい、5番手で、アップガレージも6番手に入っている、はい、ここはまあ比較的、セーフティーカーのちょうど出る前に入ってたので、得をしたのかなということになりますけどね。サシャさん、はい、どうぞ。スタンレー山本選手の、新しい情報なんですけれども、はい、チームの方にお話を伺ったんですが、まあ、やはり体の痛みは訴えていますが、手足は動くようだというようなコメントがあったということです。以上です。よかったです。グッドニュース入ってきました。手足も動くという状況、ただ痛みはまあ相当なインパクトがあったでしょうから、まあそうですね、結構スピードが乗ってるまあ場所だったんでね、痛みはあってしかるべきだと思うんですけれども、まあこれが大きな痛みにつながってなければ、もしくは大きな怪我に、ね、外傷だけじゃなくてね、体の中の怪我につながってなければいいなというふうに願うばかりです。いずれにしても、コミュニケーションは取れて、手足も動いているという状況ですが、この後病院に運ばれるということになると思います。精密のチェックのためにね。はい。まあいったところで、まあ毎回こういうのがあるとちょっとドキッとするわけですけど、いいニュースが入ってきてよかったなというふうに思います。はい、レース再開まであと5分ほどとなりました。この後間もなくですね、並び替えが行われる、時間になる予定です。ちょうどチームスタッフも今少しずつ。車から離れていくように見えますので、まもなく5分前の掲示がされまして、並び替え、ちょうど今、セーフティーカーの横ですね、5分前の、ボードを持ってきましたね。はい、掲示がされました。5分前です。これで5分前ということになりますね。そうですね、並び替えなんで今ショックも画面出ましたね。これを、オーダー順に並べていくということになると思います。レオンも前に出ますね。はい、300を先に、これ300の先頭が87号車なので、今ちょうどスタッフの人が止まってますね、立ってますね。そこの87号車を先頭に、後の車は一周してくるということになるんでしょうかね。で500に関しては、でももう大変そうですね。これね、リアライズは一応こうタイム表示上ラップダウンなんですよね。これだからそっか、ピットインしていない2台がいるんで、ほぼほぼ1分以上みんな後ろなんで、これだからラップダウンになっちゃうんだな。これはでもちょっと厳しいね。そうするとコンドレーシングリアライズ以下はラップダウンになってしまうと、勝負権的にはアステモ ARTA ニスモだけな、モジュール、はい、3台だけになっちゃうけどね。ラップダウン解消するのかしら。つまりこれ何が起きてるかというと、先頭の2台がピットインしていないので、これデンソーと、マレニちょっと後ろの方にいますけど、はい、でなので同一ラップ上にいるのが、先頭のデンソーから考えると、デンソー、マレニ、アステモ ARTA モチュールしかいないんですよ。そうですね、はい、でそうすると、リアライズ以下はラップダウンになっちゃうんですよ。そうですね、はい、でそうすると、まあ、この後もしデンソーとマレリがピットインをすると、同一周回場が3台だけになっちゃうんですね、うん、ほぼ、まあひょっとしたら今前にいる2台は同一周回で戻れるかもしれないですけど、にしてもまあ1分ぐらい後ろの同一周回に入ると、そうするとこれ限りなくリアライズ、エネオス、ニテラとかそれ以下の車が勝負権がなくなってしまう。そうですね、まあリアライズ以下と言いますかね、はい、という状況になるんでしょうか、はい、とすると、もしこのままの状態だと、デンソーとマレリが得したんではなくて、デンソーとマレリが入ってないことによってリアライズ以下が損をしたっていう言い方になる可能性がありますね。で、こちらは今埼玉トヨペットスープラ、現在表示上4位ですが、ピットインしていない組ではトップ、ピットイン組ではトップ。これご覧の通りですね。はい、今の情報、我々の目線から見えましたけれども、ドクターヘリが飛び立ちました。山本選手を乗せたと思われるドクターヘリが、このサーキットから離れましたので、今、病院に、搬送されるということになります。そして、レーススタートまで、セーフティーカースタートまであと1分ということになります。そうしますと、こちら500を先頭にして、その後ろ300がついていく形で、おそらくレースが再開されるということになります。セーフティーカー先導でスタートですので、ラップカウントはされていくということになります。現在40周を終えて41周目、ただコントロールラインを過ぎた1コーナーで止まっているので、おそらく41周目に入っている1コーナーからセーフティーカー先導でレース再開ということになる。あと手元の時計では15秒ほどでセーフティーカー先導ということになりそうです。あと10分です。ご覧の通り、画面左の方のボードのところに、電光掲示板のところにラップ40と出てますね。40周目に入ったってことかな。そうすると40周目に入った、40周目を終えてったことか、41周目ですね。ご覧の通り、画面左上の表示が出ました。掲示板の方は終了ラップ数を出していますね。こちら41周目、残り44周。この伝送はまだピット入っていない。リアライズはラップダウンで、その後ろのアステモが2台ほど後ろにいますけど、そのアステモが事実上のトップ。そうですね、トップになりますね。いない全然いないな。ちょっと待ってください。伝送、これエネオス、ちょっと並び的にエネオスがいて、これが40、これが今の2テラだな。ライト青いですよね。2テラ、そうですね、2テラですね。はい、でデロイト、au、 この辺まではラップダウン表示ですね。はい、で、その後ろウェッツがいて、マレリー、マレリーはまだピットインしてない。でモデューロ、 ARDA16、16の後ろですね。その後ろにアステモがいます、はい、あれが事実上のレース、はい、実質上のレースリーダーというですかね。はい、でその後ろに ARDA の8号車ですよね、はい、赤で、これが実質上の2位で、モチュールがいて、そのだからあそこの3台並んでるんですね。はい、間にラップダウンの車とかは入ってません。これでもどうするんだろうな。これラップダウンの車は基本的にブルーフラッグで譲んなきゃいけないわけですよね。そうですね、はい、だからそうすると ARTA、 アステモ ARTA モチュールはガンガンにこう抜いてくる。そうすると2ラップダウンになっちゃうんですね。そうですね、だからもう入らないとが選択肢になるのかなと思いますけどね。いや、この前の、いや、伝送と、そうです、すみません、マレリは入った人たちはもうこれはね、だからそれを抜いていくしかない。これだから1回戻さない限りは、もう2ラップダウンに事実上になっちゃう可能性がありますね。今の入らないとというのが、3級と1号車は、もうここ。どっかで、あと燃料とか残してるかと思いますけど、さあまだもう1周続けるようですね。42周目に入りました。少しタイヤを温めてからレース再開ということになるんですかね。ピットレーンはオープンの情報です。ですから今であればピットレーン入れます。今まだスロー走行してるんで、まだ入ってない車はピットレーンに入ってもありかもしれませんね。セセーフティーカー先導。エネオス、ニテラ、デロイト、au。まあでも今の赤旗で結構明暗は分けてますよね。そうですね。でまあピット入ってないところはね、ドライバー交代のをね済まさないとっていうのが出てきますからね。そのタイミングが、はい。まああとどこまでこれ持たせられるかっていうのもあると思いますね。レース何があるかわからないから万が一ですよ。また、はい、例えばその10周後とかにアクシデントとかがあったら、まあセーフティーカーが入りましたってなると変わるので、まあ今入っていけるならもう早いタイミングで入って。そうですね、まあセーフティーカーマッチじゃないですけどね、はい、これまだセーフティーカーラップがついてるんでもう1周いくってことですね、はい、となるとこのラップでおそらく500で、まあ、入れてくるのかな、デンソーとマレリはどうするんでしょう、まあ、当然ながら待ち構えますよね、まあ、16? もう1回か。入んないね。入んなかったな。伝送は入んなかったですね。16号車はトラブルで今待ってる。マレリも入んない。入らないんだ。まあスローペースなんでね。今入れてもいいのかなと思いましたが、16号車もまだ入りません。トラブルを抱えてる16号車も入らない。43周目。まあ馬の背手前ぐらいでランプが消えるはずですよね。これ通常、まあでも再開にならないと多分ドライバー交代ができないので、セーフティーカー中はそうですね、ドライバー交代はできません、はい、だからそうか、義務が果たせないから今はだから入れない、そうですね、だからそれ以外の作業をしたければ入ってもいいということですね、はい、でもドライバー交代するためにまた入らないといけないので、レース再開、なるほど、このセーフティーカーのランプが消えていなくならないと義務は果たせないということですね。再開になってからですね。まだランプはまだ消えませんね。このコーナー入り口で消えてなかったらこれ多分まだですね。43周目ですから44周目もセーフティーカーランが続くということになりそうです。今何待ちですかね。そうですね。まあでももう清掃とかも終わってるんでね、まあ隊列も整っているようには見えるんですけどね。まあ整った状態で走り出してますね。ですから、まあいずれにしても44周目。長く引っ張りますね。これ通過するとあと41周。はい、まあですから。早くても残り40周でレースをするということになりますね。はい、これで43周目。残りは41周です。44周目に入って残り1周です。41周ですね。これで入れるとは思うんで、入るとは思うんですけどね。この周回で、はい。300に関してはそうですね、ほぼ同一周回にいるかな。アネスト岩田ぐらいまでは同一周回にいますね。なので、300に関してはトップ3台がピットに入ったとしても15台ぐらいは同一ラップなのかな。岩田が入ってきましたね。これはドライバーは変えませんね。タイヤを給油までやって、はい、で、まあもう一回入って、ドライバー交代だけで、まあそこで時間短縮っていうことですね。はい、さあセーフティーカーのラップ消えましたね。これで先導はデンソー関口に変わります。今のアーネストのパターンはトップでない限り、はい、まあ後方にいたらばどの道もポジションが後ろなんで、今みたいな戦略は有効になってきますよね。はい、また隊列の後ろについて、で今度はピットインを短くすると、はい、その分、時間的に稼げるよという、はい、やり方ですね。さあ、加速します。店の出口 SP インアウトに向かいます。事実上のトップ3台はこの隊列の後方です。そこのピットインまでに引っ張りたい点数、これまでに最終コーナー立ち上がって45周目、残り40周で赤旗からレース再開となります。2023スーパー GT の第6戦スゴー300キロレース、残り40周でレース再開。さあ、事実上のトップここですね。さあ ARTA が一気に入ってくるか。アステモ ARTA、 アステモがなんとか守った。そしてその後ろモチュール、この3台が同一ラップ。マレリはピットインしたいみたいですね。そして16号車も入ってますね。入りました。はい。さあこれでデンソーだけがまだ達せない状況で今レースが進行しているということですね。デンソーがねトップの位置にいたんでね。コントロールライン超えるまではレーススタートしたんですね。はい。でマレリは後ろにいたじゃないですか。なんで先頭車が通過した瞬間にピットは入れる。さあこれ入ってくるか。入ってこようというところですが、塚越守る。まだでも塚越はタイヤ温まりません。ウィービングしながらなんとか守っている状況です。今日の8号車絶好調ですからね、今あるんでしょうけど、ただアステモもね、このピットイン後のペースは結構いいペース走ってたんで。あ、そうですか。はい、塚越選手もかなりいい走りしてますよ。ただちょっと前に離されてますね、これね。もちろんここまでが同一ラップ上2、3、4位争い。ああ、塚越選手もね、もうレース流れ分かってるはずですから、まああまり慌てずに、しっかりとねタイヤの温まりを確認してから、いってると思います。はい。演奏ですがまだ確認していないところもあって、今後ろリアライズ、そしてエメオス、ニテラ、デロイトあたりにこう迫られています。マレリはピットアウトをしました。ここで、マレリはデンソーに対してラップダウンになったところですね。ここはね、今ポジション守りたいところなんですよね。マレリはね、踏ん張れれば踏ん張りたい。この周りの車が同一ラップなんです。そうですそうです。はい。今一気にローラウンド下がってきて、タイヤが温まっていない AU の後ろです。まあちょっと厳しいですよね、平峰選手もね。11位とかですかね、これね。マレリチャンピオンカー、マレリは今11番手までダウンしました。でそのすぐ後ろにいるのがです。アステモ ARTA、 そしてモチュールです。表彰台争う3台ということになります。この3台で事実上表彰台も何もなければ争うということになるわけですよね。そうですね。300リアライズ。さあそして後ろからケイチューンズと、そしてどうでしょう、アップガレージ。ケイチューンズの前か。ケイチューンズがインサイドを取る。高木インサイドを取って前に出た。これでケイチューンズ5番手。後ろからシェードレーシング来てる。そしてレオンも前ですね、これ。おっとっとっと、あ、ちょっと、いや大丈夫ですね。これラップダウンだとこれ譲ってるんですね。はい。コロスの横からスバルです。さあスバル PRZ、 3番手スタートだったスバル、現在12番手。まあタイヤを変えてね、ペース復活してると思いますから、ただね、その変えたタイヤが違うタイヤだったらいいんですけどね、もし同じタイヤしか残ってなかったとしたらば、先ほどのようなことは起こりうりますよね。ちょっと気になるところですね。じゃあ、出ました。現在10番手、さあペナルティが出ます。ドライブスルーペナルティです。やはりはスタンレーに対して危険な運転があったということでドライブするペナルティになるようです。そしてシェードレーシングがアップガレージの後ろに来ています。シェードレーシングです。さあ先ほどケイチューンズにオーバーテイクされたアップガレージなんですが、小林隆史後ろから平中シェードレーシング、シェード GR86 どうでしょう。さあこちらはこの100、やはりアステコはもうついてきちゃってますねこれね。結局ですから、はい、でこの前は全員ラップダウンです。ですからブルーフラッグを振られる対象になりますので譲らなければいけないということになります。そうですね。ペースが速いとかは関係ありません。圧倒的に離れていくなら別ですけども、まあ追いついてこられますからね、譲っていくしかない。あーっと今1台放送してましたね。 au です。 au も放送これアステモ以下はこれオーバーテイク祭りになるわけですよね。ラップダウンしていくということで、まあ演奏がステイアウトですね。どこまであとはこれですから、そのまあトップはもうちょっと厳しいにしても、はい、まあここでまあ逃げるだけ逃げてと入って、まあ戻れる位置をとにかく前にちょっとでも前に持っていきたい。そうですよね。早めに動くと、さっきこのマレリーが早めに動いた側じゃないですか。でやっぱりタイヤ温まるまでにすごい疲れちゃうので、一番後ろまで下がる。するために今一生懸命、今マレリーのごめんなさいアステモの3秒ぐらい前に電装がいるんですね。でほとんどの車がラップダウンなんで、はい、なんとかこの隊列よりも前に電装が戻れれば単独4位走行ができるということになります。そうですね、まあ、前なおかつなるべくバレても、まあ、ガソリン量にもよりますけど、もし、まあ、ガソリンが56まで持つと前提で考えるとあと6周しか、まあ、余地はないと、そこまでにどこまで引っ張れるかということになります。でこちらこのどこまで引っ張れるかというのはこのアステモたちに対して何秒ではなくて、はい、その後ろですよね。そうですね、そのリアライズに対してどのぐらい引っ張れるかということになります。はい、さあエアティエオイがもう1回狙っていく。ペースを見ると、まあ、それほど変わらないんですよね、今、伝送と出会いますね。むしろリアルがいるのがちょっと早いぐらいなんで、引っ張れば引っ張るほど、今、近づいてる状況ですね、若干なんですけどね、まあ、ちょっと悩ましいところでもありますね、そうすると、今、300もあったんで、あすでもちょっと間が空いてますけど。リアライズもう一回入ってきた。これ今度はドライブスルーペナルティ2度目です。これ赤旗中にやはり、触っていたという判定のようですね。手順違反で、赤旗中手順違反で、2度目のドライブスルーです。まあ、デロイトがエネオス狙ってましたね。そうですね、なかなか鋭い今動きが、はい、笹原のことが見えましたけれども、これですねエネオス、あ、でもエネオスの前ですね。はい、さあこれアステもなかなか前も譲らないですね。そうですね、あでも関口選手が飛ばしに飛ばしてますね。そうですか、今最新のラップは結構いいペースですね。そうですか、あでも速いけどリアライズも速い。そうですね、リアライズあたりまあ大体ほぼ同ペースかな。まだピットにも入りませんね。そう、秋坂がいつボレーを出すか。さあ ARTA 近づいてきた。大湯インサイドに入ってくる。1コーナーインサイド入った。トップ、事実上のトップに上がる2番手。大湯ここは塚越を抜いていきました。まあ今は相当ブレーキングを遅らせましたね大湯選手。まあ塚越選手もね今無理はしなかったですよね。はい、まあまああいつなら行くよなっていうそういう土屋さんもそんな表情です。まだデンソーがピットインしてませんので事実上のトップ争い、そしてドイツラップはこの3台だけ。あとこの中国がアステムを捕まえるのかどうかっていうのは結構ポイントですね。サシャさん、デンソーなんですけれども今ピット前で準備してますね。ドライバーも出てきています。はい、わかりました。52周目もう4周しかありませんので。いつ入ってきてもおかしくない状態ですが、中山選手が立っていました。そうすると表示上も ARTA がトップになります。最初のここにいるってことはこの前にデンソーがいるはずなんで、入っていくかどうか。入りましたね今ね、はい、画面奥右側デンソーが入っていくのが見えました。ピットインです。これで、ARTA がトップ、アステモ、モジューロという順番になります。さあモデューロと au ですね。 au がインサイドに入る。ここは先ほどコースアウトした宮田駅に戻って今、モデューロとの争いです。11番手、前にいるのは1ラップ前の優勝争いの3人です。さあ関口から中山に変わります。53周目のピットイン、頑張って引っ張りました。これでどこで戻るかです。90、タイヤはいじれません。汚れを取ります。タイヤ少しちょっと出ませんでしたけれども、さあこれ戻り位置が問題です。ただタイヤが高度なんで戻った位置にそのまま走れるわけではありません。今300のこれ隊列ですかね。500は見えないかな。この隊列にないですね。ですから単独で戻った形になります。ただその後ろ、いやもう今来てますからね。はい、今500の集団が3コーナー通過、今4コーナー通過ぐらいなんで、エアティエの順調ですね。でこれがリアライズですね。でエネオスだね。これが事実上の4位争いの前に出てますね。だからこれ300が相当いるので、このリアライズがデンソーに追いつけるかどうかです。今リアライズはフラッシュ後ろにしていますが、これが事実上の今4位争いですが、表示上デンソーが4位、リアライズ5位ということになります。まあでもちょっと得しますね、これ300がいる。結構リアライズ的には厳しいですね。だから伝送的にはまあうまくしてやったいと思います。この間にタイヤを温めたんですね。伝送今シェードレシピ、リアライズがシェードレシピに行きます。でさらに最終コーナー、ここで300の渋滞に今引っかかりましたからね。何台かここで抜けそうです。エネオスも後ろからやってくる。で K-TUNES の前まで出ました。この前はランボルギーニですかね。まあでもいいマージンを今サードは気づけてますよ。はい、2秒にどこで温まるかタイヤが。どこに結ぶんですか。いや今ね45台前300の集団の中に今、はい、でリアライズも今3台ぐらいの勝負ですね。いやでもね300がうまく挟まっているので、連走はうまくやりましたね。連走いますね。後ろリアライズ、ああこの左側にいるのが500の3台です。右側に隊列を組んでいるのが300。これでうまくね2ラップ稼げてるんで、しかもこのオーバーテイクするために300を後ろの車を抜いてもらいたい。譲れないですよね、簡単に。そうですね。温まったでしょうね。もうこの周回ぐらいで大体感じにはタイヤは温まってると思います。でこれがトップエアティの後ろのアステモとそしてモチュール2、3争いです。エアティアステモの差がちょっと広がったんじゃないかな。コントローラー2秒2。その後ろ、松田次をモチュールはここは5秒後ろに出しています。台数から見分けるのはシナのウォーリーを探せ状態だな。またね、すごいコースの方が狭いですからね。500クラスも、ラップタイムは圧倒的に500クラスのマシンの方が速いんですが、なかなかオーバーテイクするとなるとね、そうですね、至難の技なんですね。埼玉トヨペットがトップにグリーンブレイブ入ると思いますね。これが表情トップで、ケイチューンズとかですかね、すぐ3台ぐらいしてるんですね。今、アップガレージとケイチューンズが接して、アップガレージが前に出てますね。これ、アップガレージが2位に上がってますね。アップガレージ2位でケイチューンズ、さらにシェードレーシングも来た。シェードレーシングがこれで3位にアップ。ですから今、グリーンブレイブ、ちょっとその後ろ来てる。ちょっと待ってくださいね。グリーンブレイブ、でアップガレージ、シェードレーシング、ケイチューンズで、その後ろがレオン。レオンであった。そうですね。レオンいるね。レオンがあった。レオンの後ろが、メリーですね。ドゥンと。でスバル PRZ、ここは並んでる。でその後ろゲイナー。ちょっと左にボノス。でボノスの後ろハツミング。ここはもう順位通りですね。ただ間ちょっとラップダウンの車がですね。レオンがでもずっといい位置につけて。そうなんですよね。さすがと言いますか、ご覧の通り、今ポイント圏内はグリーンブレイブトップ、アップガレージ、シェード、ケイチューンズ、レオン、ドゥーボット、スバル、ゲイナー、ポノス、そしてハツネミク、ここまでがポイント圏内です。この今、ランボルギーニは裏間は今ラップダウンで浮かせます。ケイチューンズ、高木選手が山内、スバル PRZ、 ドゥーボットいくか、メリが、一気にレオンがこれでちょっと体勢を落として、さらに抜かれていく、スバル PRZ にも抜かれた、いや、メリが、めり込んできましたね。いや、でも今のオーバーテイクは見事だったと思いますね、完全に篠原選手ですかね、今。もう隙を突かれたというか、さらに当たりそうになった。ちょっとケイチューンズがコーナリングでペースが上がらないですよね。そうですね。逆に今日ドゥーボットの腕がものすごく調子がいい感じがしますね。そうですね。27度、31度というスバルがでもつきましたね。そうですね、さっき一旦ちょっとブレーキ踏んだ関係で、さあここでどこまで取り戻せるか。ただストレートは速いケイチューンズ、行くならコーナーかという感じにも見えますけれども、ちょっとリアウィングがもう揺れてる、そんなドゥーボットです。コーナーでぐっと近づきますよね。この辺どこか狙い目があるか、また試験で狙ってくるのか。ここは行きません。ちょっと距離感がこの先かな、この先かな。インガーに入るよ、インガーに入った、インガーに入った。さあどうだ、うわーっとケイチューンズとここはサイドバイサイドで、その後ろスバル、そしてレオン、前に出たロベルト・ベリー、さらにスバル PRZ もインサイドから、ここレインボー、どっちが前か、サイドバイサイドだ。さあ馬のせコーナー、前はケイチューンズ、後ろスバル BRZ、 インナーを取ってるのはスバル BRZ だ。ブレーキングどっちが前か、畳みかけてくる高木、ねじ込んでくる山内、前だ、山内が前に出た。さらにここは手術つなぎ、なんですけど、はい、この関係でレオンが今ゲーナーの2台に抜かれたんですよね。ゲーナーとボルスに、はい、ここまで下がってます。後ろの初音ミクの前まで下がっちゃいました。これはでもメリーが嵐を出ますね、この300の、はいはい、順位争いに。高木選手ね、今ねそんな強引に入ってこないでよというまあ思いで今試験をね行ったとは思うんですが、はい、まあとはいえね、これレースで、まあ、接触があったかどうかは分かりませんが、はい、かなりギリギリのオーバーテイクを仕掛けてますよね、選手は。はい、まあ見てる側からしたらね、熱いバトルで、はい、見ていてた、爆発するんですが、伝送釣れました。これリアライズに抜かれて今5番手になってます、ね、あ、接触があったんですね。触網と接触、アウトサイドに膨らんだ中山、その間に、リアライズにオーバーテイクをされて5番手に落ちてるということですね。62周目。S 号の最終コーナーはね、300をオーバーテイクするときに、まあ進入同意ついてしまうとコーナリング中ってかなりこうスピードを抑えなきゃならないんですね、はい、500の車は。なのでこう外から行きたいんですけどね、このレース終盤に S 号の最終コーナー、外から外に走りに行くと冷やかすがすごく溜まっているので、先ほどのようなオーバーランしてしまうっていう現象が起こりやすいですね。はい、500トップ ARTA 周回は3台のみです。アステもチュールです。まあ、一応リアライズもドイツ周回なのか、まだね、ただここでトライを通過するとラップダウンがつけるのかな。まあいずれにしても勝負権が残る3台ですね。そうですね、はい。300に関しましてはこのグリーンブレイブがトップ、その後ろアップガレージが2位です。このヨギボーはラップダウンです。でシンティアンもラップダウンで、このアップガレージの下がシェードレーシングですね。まあでも55車は今日ね、まあ運も味方につけつついい走りをしてますね。そうですね。はい。4番手スタート、90キロのサクセスウェイトレースですから、今度30分で入ります。あとシェードレーシング今日は安定した走りをしてますね。イースタン選手。アップガレージ、100キロのサクセスウェイト、これもすごい。チャンピオンに向けてこれはかなり力強い2位走行と言っていいと思います。トゥーボットがこれですね、前のラボルギーニはラップダウンです。後ろが同一ラップのスバルでやってる。まあでもトゥーボットまだ残り20周近くありますからね、はい、なんかあと2、3回見せてくれそうな気がしますね。ケイチューンズのペースが上がらず、今、ここはゲーナー2台に迫られています。まあ先ほどね、やはりその後ろを抑えるために結構、まあ無理しながら走った部分もあると思うんですよね。ですからからまあそこのちょっと今しわ寄せが来てるのかなという気がしますね、はい、ケイチューンズは。エネオスのマレリ、ここは6位の争いですね。山下対平峰。アステムが ARTA に追いつきましたね、これ、本当ですね、されましたけれども、これでも急接近ですね、先ほど3秒ぐらいマージンがあったので、前がこれ、3秒を置いて、オーバーテイクもあったのかもしれませんが、なんかあったんでしょうね、おそらくこれ、はい、あ、大丈夫か、外、うわ、すごいマーベルが飛んでますね、これ。さあ、マレリが前に出てます。平峰が山下健太の前に出ました。ああ、平峰選手がね、今いいペースしてるんですよね。はい。これで平峰がなって6位。こちら300隊列、その前、ARTA アステも。中のトップ3台が完全につなぎ引き離せてないですね。単純に今の感じでいうと ARTA だけが遅い17秒台、ご覧の通り15秒で走ってたんですよ、ご覧の前で17秒0はおそらく300との絡みだったんですけど、そこからまた17秒3で、一方のアステモはこれ16秒4、その後ろの松田次代も16秒6で走っています。まあ先ほどのね最終コーナーのようにやっぱり300を抜くときに、タイヤ数がある側で結構走って、でまあスタート前にちょっと申し上げた通りで、やっぱりタイヤピックアップがあったりとかしてね、はい、で今の GT のタイヤってもうタイヤのピックアップ、タイヤ数拾うととんでもなくグリップが落ちたりすることがあるので。はい、まあそういった可能性も今ちょっと否定できないですね。来週走るとそのピックアップした数が取れれば、まあ元のタイヤのグリップに戻りますから、はい、まあ今踏ん張りどころなのかもしれませんね、大湯選手は。はい、レース残り19周です。ああ、でもアステも食らいついてますね。そうですね、はい、塚越選手、綺麗にレオンを抜いていきます、ARTA アステモ。ちょっとこの先にかかりましたね。松田選手もなんとかここはついていきたいんですけどね、今ちょっとこう溝を開けられてる状況ですね、松田選手。ただ冷静にタイヤを使わず、まあ前で争ってくれたらどうぞっていうのを狙ってるかもしれませんけどね。そうですね、はい、もしこれでマネジメントして走ってると、あとあと最後の方になってチャンスが出るかもしれません。17号車、ここまで5戦戦って唯一前線ポイントを取っているこのアステモ、今回も表彰台フィニッシュがかなり近づいてきましたが、その表彰台のどの位置に立ってるか。300のこう、まあ、さばき方というんですか、絶妙なのでね。でもちょっと詰まったな、今週は。そうですね、後ろのモーチュールが逆についてきて、BMW にちょっと引っかかってしまった、ステも。注目で BMW を見ていきます。BMW 現在17番。あれ、シンティアもアステモは松下信春。ここは300上位争いですね。10番PRZと ART がやってきました。3台すごいですね。今3台がまあ事実上唯一の同一ラップで、しかも間も空けずに3台走ってるというのがすごいですね。ただ今この周回は選手ちょっと詰まり気味になりましたね、300クラスにね、はい、そうですね、メリー、300のドゥーボット、マークの松田次郎選手も入る、一気に。今1位、2位、3位がちょうど等間隔ぐらいになった感じですね。投げ出しですか、リテラが現在8番で予想中。残りラップは16ラップということになりました。そして300のトップ移ってきましたね。埼玉トヨタのフレーム吉田、アップガレージまでは5秒6の差、これ結構大きなマージンになりましたね。そうですね、そう、もうしっかりと今、マージン作っていってますね。はい、まあでもね、埼玉トヨタのグリーンブレイブがこうやってトップ走るのって久しぶりじゃないですか。いや、本当ですよね。これがアップガレージですね。で、シェードレーシング3位、で、間にいてドゥーボット4位、スバル5位。というところでしょうかね。スバルもね、3番手スタートでしたけど、現在5番手。グリーンブレイブ二輪交換、リアの二輪交換だけでピットインをしているので、まあ、ピットストップタイムが短くて上げました。気温は27度、目温の31度、まあ、そういう意味ではフロントタイヤも、ね、後半になってきてきつくなってるはずなんですけどね、だからちょっとアンダーステア気味とかね、可能性はありますけどね、ただもうそこを狙って、ね、チームがずっと土曜日の段階から、はい、セットアップにまあ努めていたとしたらば、やっぱりバランスは取れてると思うんですよね。またステムが近づいてきましたね、これ ARTA に。そうですね、までには距離が足りないかな。まあやっぱりアストムに比べると ARTA の方が軽いところもあって、はい、ストレートの伸びが良さそうです。ただなかなか食らいついていってますよね、塚越選手。これは諦めてないですよ、もちろん。 ARTA はサクセスウェイトが22キロ、アステムは58キロで燃料リストリクター1段階です。ですから、ストレートではどうしても燃料の容量が少ないと、下がって安くなります。後ろのチュールはその後ろにテラもいますけれども、ちょっと離された感じかな。塚越もう一回顔を出してプレッシャーを与えます。いやー、この展開はね、塚越選手はとにかく前の車にプレッシャーをかけ続けることが、一番有効手段ですね。やっぱりスーパー GT の難しいのはこの300クラスをうまく抜きながら走る、チェッカーまで運ぶっていうのが大事なんで、はい、300クラスを抜くときにね、ちょっとした焦りをこう呼ぶようなね、はい、まあプレッシャーをかけていくという。して3位つけてるコチュールに至ってはそうですね、今トップ3台スタートしたトップ3台に3位が入れ替わっていますけれども、そのまま現在トップ3台になっていますね。これでも見てると速いところ遅いところがちょっと逆転してる感じですね。あ、そうですか。アステモが ARTA に対してコース前半が結構速いんですよね。で一気にそこで追いつく。で後半で高速区間で大井選手がちょっと引き離すっていうそういう感じですね。まあそれもあるとは思うんですけどもね。ギリギリだったですね今ね。結構ね。12周になります。もううまく50がついていきます。いやー、トップ3台詰まりましたね。そうですね、今最終コーナーでね、ちょっと詰まってしまったんで、今日はステモはこのコースがハイポイント0.5ぐらいまでがねかなり車がいけているので、ですから8号車も今ちょっと引き離せていない状況ですよね。ペースはねあると思うんですよね。大井選手も余裕を持ちながらも多分走行をしていると思うんで、ただ差はコンマ8秒ですもんね。そうですね。ほぼ3台同感覚です。これ12周でこれ打開策もあるのか。まあでもレースは本当にチェッカー受けるまで何が起こるか分かりませんからね。特にしかもこのスローということもあると。これが6位争いかな。ゲーナー、ポノス、初音ミク、レオンです。6、7、8、お、さあ初音ミク入ってくるか。谷口さっきからね、ちょっと流れを失うと逆に何台か抜かれてしまうのを見てるので非常に難しいオーバーテイクということになります。しかも今ね、コース上はかなりタイヤカスが散らばってる状態なので、また追いつきましたね、アステモが。そうですね、追いついたのか、大井選手が後ろを見てレースを展開しているのかはね、ちょっと何とも言えないんですが、アステモ来ました。さあインサイド、まだセットは入りません。アステモね、やっぱりちょっと今ね、年率があるんでね、どうしてもストレートのスピード、特にバックストレートもですが、やっぱりホームストレート上り坂がちょっと上っていかないですからね。このトップ3台でね、上にセクターかかってるのはアステモだけです。前の8号車はサクセスメイト22キロで、23号車は50キロなんで、ギリギリ1ポイントの差で燃料リストリッターが入ってなくて、ウエイトが50キロ積まれている状況です。初音ミクとレオン、同じ AMG 同士ですが激しくやり合ってます。チームメイト同士バトルですね。おお、そしてサイドバイサイド、ゲナード、ポノスが前か。ポノスが前で入れ替わりました。そして後ろはアネスト・イワタが来ている。アネスト・イワタがすぐ追いついてきた。 ARTA アステモの戦いに変わりまして、この赤い車の優勝争い、オレンジに近い赤かワインレッドか、それともどの車に栄冠が。いや、これでも最後ですね。そうですね、これ10周コントローラー通過したら9周になります。デンソーがまた前に出てますね。バレに抜いてますね。一回ね、最初コーナーのコンサートで順位落としましたけど、どうやらオーバーテイクしたようですね。戻ってマレーにもエアライズも似てるんですね。5位まで上がってます。そうですね。これサイドバイサイド、さあアステモが入った、アステモが入った、アステモが前か、塚越が前か、大湯の前に入る。1コーナーインナーを取ったのは塚越、ただ前に危ない、危なかった。R9の前なんとか、しかしここは抜けていきました。よっしゃという松下昇。いやー、今はまあ300が絡んでたんですけどね、おそらく塚越選手、このチャンス、ワンチャンスを待っていたと思いますね。はい、そして ARTA 大湯の後ろには松田継夫ですから、ちょっとピックアップとかね、そのあたりまで大のね、選手は結構意外と苦しんでいるのかもしれません。そうですか。さあこうなってくると松田継夫も狙ってくると思います。いやー、でもなんと今日ね、なかなかこれちょっと予想してなかった展開といいますか。そうですね。はい、ARTA のね、前半で多分一人タイプの予想をしていたんですが、はい。しかもこれ一気に塚越選手のスパートかけてますね。もうここ勝負どころと見て、飛ばしに飛ばしてますね、塚越選手。すごい走りをしてます。1秒6、じゃあポテンシャルは全然これ、早いんですね。このチャンスを待っていたんでしょうね。次もこれ、抜きたいところでしょうけれども、前回、まあね、大湯選手の方にも力が残っていればね、これ、多分食らいついてたと思うんで、でも、どんどん反省してから。チャルとしても行きたいですよね。そうですね。はい。アステムに多分ついていきたいんじゃないかな。これ多分苦しんでますよね。それが車の問題なのか何の問題かは分かりませんが、はい。だから負けません。あのそこ。大丈夫。ちょっとね。どうしたとかね。おっと、あ、マッハ車検遅い。スローダウンですね、これ。マッハ車検スローダウンです。さあ、モチュールが来た。モチュールが ARTA に仕掛けていく。アウトサイドから松田継夫。いや、インサイドブレーキ。大湯が粘るか。粘った、守った。後ろの2テラも、はい、ラップダウンなんで、生地仕掛けられないんです。まあまあ、そうですね。しかも同じニスモ勢ですしね。やっぱりペース上がってないんですよね。もうなんと明日もが2テラがこれ順位8位から10位に落とした形になります。まあもどかしかったですよね。2テラはね後ろから来てるの分かってたから、でも23号車の向こうは気づいてない。そうですね、まあ行かせて8位になりました au トムス GR スープラ。前を行くのはエメオスです。ただエメオスまでは8秒ほど離れています。さあもう一回モチュールが来たんじゃないですか。これ来てましたね。最終コーナーに向かう。さあどうだ、モチュールが近い、チャンス。さあシンティアムの横、インナーから抜けていく ARTA、 後ろからモチュール Z、 サドラ、今度こそブレーキング勝負、インに古川松田、次をアウトサイドか、守る大湯、ここは前に行かせません。しっかりとしたブレーキ。 ARTA はね車軽いですからね、サクセスレートが軽い状態なんで。そして残り4周ですが、トップアステマはもう5秒1前方になりました。さあチャンス狙っていくか、ハイポイントでは行けない。次は馬のせか。いやでも走行してるうちにアステマは目に見えまくってますね。そうなんですよ。さあこのままいくとどうなるかというと、千代高星が50ポイント、10位ですからね、1ポイント、塚越、松下が1ポイント差まで迫ります。で松田、ロニクイタリニ組も36点で5位に上がるということになります。このまま終わればということになりますが、残り4周、これでも松田、突き落とし目いきたいのでしょうね。1点でもね、考えるとね、これ、2位に上がるとまたね、ポイントも違いますから、あとはね、au が2テラを抜いたのもね、2テラの順位2つ下がって au 上がってというところですから、これもチャンピオンシップに大きな影響があるオーバーテイクだったと言えます。これですね、8位に上がったauです。こちらグリーンブレイブ映りました、300のトップです。アップガレージ2位との差は4秒73位のシェードレーシングはもうすでに10秒後方です。ここはもう5秒開いています、このアップガレージとシェード。いやでもアップガレージは前回優勝して、今回、カリフマを2位だとすると、相当高得点をこの2戦で稼ぐことになりますね。ご覧の通り、小林公園での55点、このトップはアップガレージ変わらないんですけれども、吉田川愛の埼玉トヨペットが5ポイント差の2位に上がってくるよということですね。そうですか。そうですね、おそらく。ご覧の通り、小林選手がドライブ中です。現在2位、アステも映ってまいりました。さあこれで残り2周ですが、ギャップはどのくらいになったでしょうか。先ほどのラップ5秒9 5秒7、広がりはなくなってきましたけれども、それでもマージンは稼いでいます。あと2周ですからね。いやーしかし、でも塚越選手、今日はもう大人な走りをしてますよね。無理をしない、行くとこは行く、完全にワンチャンス、待ちに待ってきた瞬間狙いを定めたというね、レース巧者そのものですね。これで馬のせ最終のあってですね、あとはこの若い後半戦のところへスピンアウト。まあでもしっかりタイヤマネージメントを行って、しっかりと自分たちの一番いいベストな状態で、レースを運んだ形ですね。ファイナルラップに入っていきます。アステもファイナルラップに入りました。最終ラップに入ってギャップは6秒1、 ARTA に対して。そしておお鉄道 au 今接触がありましたね。これニテラ追いついちゃいましたね。そうですね、これニテラももう一回チャンスを狙ってくるかもしれません。大丈夫でしょうか。3レースのファイナルラップです。 ARTM にモチュールは3番手、ドゥーゴットは300、そして au ベッツポーツニテラです。さあステも馬の背に来ました。後方とは6秒のギャップ、スカコシスピンアウト、そして最終コーナーということになります。いやー、赤旗中断待った開幕戦以来の300キロレース荒れましたけれども、最後は赤い車3台の争い、制したのはアステモ MSX。 今シーズン前線ポイントでこの第6戦菅生優勝です。今日一番の最高な走りでした、そして2位フィニッシュはやってまいりました ARTA。 3位はモチュール Z、 前回の失格から取り戻すような3位フィニッシュ。そして、もう暗くなりかけてきたこの菅生、バックストレート下ってきて馬の背に向かうのはクリーンブレイブ。このままフィニッシュをすればポイントトップに戻り出ます。まあハザードつけてますね、まあ、勝利を確信しての、喜びのハザードなのか消えました。そうですね、さて最終コーナー回っていきます。この菅生、刃物の登場もありましたが、その波乱の展開の中、グリーンブレイブスープラゆっくりこれあれかな、ガソリンがもうないか、電気消えた、間に合うか、届かな、止まった、逆転だ、なんとアップガレージが優勝。グリーンブレイブ最後にスローダウンで優勝を逃す、こんなことがあっていいのか。並べるグリーンブレイブ、そして湧き立つアップガレージ。笑っちゃいけないけど、これは止まった、ガス欠だ。いやこれは。そしてマーブルを拾いながら戻ってきた塚越、アステモ MSX、 なんと300勝者はアップガレージ。いや最後にこういうことか。いやすごい、怒りますかね。なかなかちょっと予想がつかない。ガレージ、これ最後の最後で勝利を手にしました。まずはこのアステモ塚越、松下、去年のオートポリス以来、ほぼ1年ぶりの優勝ということになりました。塚越はこれで7勝目、松下となる3勝目、これで表彰台2度を含む全戦唯一の15台の中でポイント。そして前線に続いてMSX、これ2連続の優勝ということになりますね。そうですね、しかも500、300、 MSX2戦連続です、ね、そうだ、はい、いろんな今ねちょっとドラマがあったのであれなんですが、いや僕最後はちょっと喜びを確信するためにスローダウンしてると思ったんですよ。いやそうですね、ただね僕ちょっと早すぎるなと思ったんですよ。でハザード対策もそういうことだったのかもしれない。何かもうその時点の不具合があったのかもしれない。ひょっとしたら電気的なトラブルかもしれないですけど、降りてないでライトはでも確かにさっきフィニッシュするときに、このライト消えたんですよ。はい、でシャットダウンしてで何か、ガス欠じゃない、分からないですね、いずれにしても何かが起こったということは間違いない。なんとかでも2位でフィニッシュできてよかったですよね。優勝はできませんでしたけれども、ことでアップガレージは今季3勝目ですよ、もうこれで。いやー、このアップガレージ、この1勝は大きいんじゃないですか。まあ、大手までとは言わないですが、はいはい、かなり、ね、この1ポイント、優勝ポイントは大きいと思いますよ。確かにグリーンブレイブは23周目に入ったんでね、おそらくその最初入ったんで、まあ可能性は高いですね。ただね、セーフティーカーとかがあって。確かにある程度ね、そこで稼げたと思うんですよ。セーフティーカーで4周ぐらいは、そうだからそれがあったんでね。それでもこれもしこれがガス欠だとしたらば、何もなかったら絶対に止まってますからね。ゲーナーの2台が随分と順位を落としてるんですよね。11号車は2回もピットインしてますね。うわー、まさかの引っ張られていきます。これですから300はアップガレージ優勝で、まあ、グリーンブレイブは2位なんですけど、シェードが3位で、ルーボットが4位、でスバル5位、グッドスマイル6位、レオン7位、アネスト岩田8位なんですよね。9位がケイチューンズポールスタートでしたけど、10位が10号車ですからポロスになりますね。いや、そして500に関しましてはアステモ ARTA ニスモ、この、まあもちろんですねがトップ3ですけれども、連想マレー、リアライズでエネオス、au、ウェッツ、ニテラが最高。小林、いや、これもびっくりですね。これあれって感じですよね。まあ上り坂が見えないじゃないですか。上ったらいたみたいなっていう、そういう状況だと思うんで、見えなかったと思うんでね。さあ、ということで残りは2戦です。次はハーフウェイトの九州オートポリスでのレースになります。2023オートバックスーパー GT ラウンド7オートポリス GT450 キロレース、450キロのレースになります。10月14日に予選、15日決勝となります。次回はですね、三原さん、もちろんご参加なんですが、ダブル解説スーパー GT500、300で2度ずつチャンピオンを取っている柳田正隆選手がまた解説席に来てくださるということなんですけれどもね。楽しみですね。はい、ダブル解説でしっかりと豪華にお届けしますが、次戦に向けては大ポリです。ハーフウェイト、いかがでしょうか。まあね、今回までがフルウェイトで、かなりね、スゴーでフルウェイトは厳しかったと思うんですが、まあ激しいレース、今回も見させていただいて、で今度はここからね、実際シーズン後半になると、まあ、マシンも、ドライバーも結構出来上がるじゃないですか。ですから、まあそれを考えると、仕上がった状態でのハーフウェイトになって、まあマシンがさらに速くなると。ドライバーもそれに合わせて速く走れるというところでね、ただ、オートポリス、なかなかの難コースで、しかも450キロ、まあかなり厳しい戦いにはなるとは思いますね。もう来月まあ、天候の方も気になりますね、どのぐらいの気候になっているのか、今年はずっと暑い夏が続いてましたから、そうですね、10月はどうなっているのか、まあ、台風のシーズンでもありますから、その辺も含めてね、気にはなりますけれども、まあ、本当にいい天気の中で、ですね、はい、最高のね、環境の九州ですから、そうですね、そこでまた皆様と現地でも、そして、この放送でもね、もしくは配信でお会いできるのを楽しみにしておりますので、はい、どうぞ、また次回、ご一緒していただければと思います。まあ、少なくともね、オトポリスは本当に毎年、素晴らしいレースが展開されるんでね、そうですね、皆さん楽しみにしていただきたいですね。はいということでそろそろお別れです。まずはねクラッシュがありましたけれども山本選手のね、この後のなんていうか、早い回復を願っておりますので、はい、それも、念じながらそろそろお別れです。ピットリポート高橋二郎さん、竹内島さん、そして解説は三原秀俊さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はタクサ社でお送りしました。ではそろそろ菅生からお別れしたいと思います。さようなら。